では始まりました極正常問題対策になりますねはい新しい単元に入っていくわけなんですけどもどうですか苦手ですか得意ですか大丈夫ですきっとあなたのやる気を出させてくれる女性に出会えるはずですだそう,あでもこう入ってなかったら <laughs> 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 まあいやはい、<laughs> では言ってみたいと思います正常ですね正常問題やっぱ得意な人と苦手な人がすごく分かれると思うんですよで何も対策のしようがないんじゃないのって思ってる人が結構多くてそんなことないです成城問題こそいろんな対策が生きてくるんですよなんで正常問題の解き方そしてお勉強の仕方っていうのを勉強していこうと思いますねまあ普通にね英作文とかね出したら解けないじゃないですかまずその無理なんですよ じゃあその前段階として文並べ替えさせてちょっとね英語力上げていきましょうみたいなのがまああるんですけどただそれだけじゃないんでじゃあどうやった時はいいのまず最初はですねはい有名な公文や熟語をちゃんと知りましょうでまあこれ見るとねあなんだやっぱ結局知識問題じゃないかまあ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 分かります分かります確かにその通りですほとんどの問題はこれです有名な公文知ってる有名な熟語知ってる って,言って溶けちゃうものがほとんどですただねそれだけじゃないしもし知らないよって言って諦めるのも早いんですよじゃあどうすりゃいいのってことなんですがきちんと文の構造を考えましょうどういう風になりたっているのかですねその文が。えどういうことって言ったらですね例えばこれ当たり前ですけど主語とと動詞2つあったとしますよねそうそうそう接続詞っていうのが出てくるじゃないですか。 接続詞っていうのがここに入ったりとか、まあ前に入ることもありますね。ここの最初の S 目の前に出てくるなんてこともあると思うんですが、こういうことです。まあ関係詞の時だったらあると思うんですけど、こんな当たり前のことなんですが、これ考えないんですよみんな。とりあえず並べてみて、これとこれが繋がんじゃないかなってやっちゃうんですね。そうじゃないです。あれこれ動詞2個あるじゃん。ってことは接続詞とか関係詞間に入るんだろうなとか、前につくんじゃねえかなっていうふうにやれば、絞れますよねそう。選択肢が。並べたえ問題っていっぱいあるわけですよ。その組み合わせね、この選択肢が たくさんあってその組み合わせなんてミやんまほであるわけじゃないですかでもこれが分かってるだけでその選択の幅が一気にバンと狭まりますよねそういうことですそれが非常に大事になるのでこういったことも意識しながらやることをお勧すすめします続いて3つ目誤報 ってやつです、ね、この語法っていうのをね考えない。まああと文法と語法の違いも知らない人がいるんですけど、文法っていうのは文のルールです。この文構造っていうのはこれまさに文のルールですね。それに対して語法っていうのはその単語が持つルールです。でいつも分かりやすいのであげるのは t h ン n k なんですけど、この t h ン n k っていう単語が持ってるルール知ってますか考えるって来てますね。考えるなんで、普通主語のところにはどういうのが来ますはい。そう。人が来るでしょ、ここには。 ねまあ、もちろん動物が出てくることだってあるんですけど普通は「thank」っていう単語があるってことは主語に人が来るなっていうのが分かりますねこれで選択肢の幅がボンと狭まりますよねはいさらに thank って後ろにどんな形とります、うん、そう「of」とか「about」とかね前置詞ってやつですけどこういうのが来てでその後ろに名詞が来るとかあと有名な形どんなのしますそうそうそう「that」のやつね ざっと来て主語同士みたいなのが有名ですよね。そうこういう風にステンクっていう単語を見ただけで後ろに来る形っていうのが決まってきますね。そうこういうのを語法っていうわけです。 で、語法っていうのは別に動詞だけじゃなくて、いろんなものにあるわけで、ね、加算名詞と不加算名詞ってありますよね。例えばメニーとかが前にいたら、後ろは複数形にしなきゃいけないとか、ね、そういった単語単語にルールがあるわけですよ。そういったことを意識していくと、だいぶ楽になります。これが、まず皆さんがお勉強していく中るか、はぁ、あ、正常問題苦手なんだよっていう人は、これらを意識してください。 で、さらに、まあ、難関大になってくると、まあ、よく文章中に入ってたりするわけですね。そういう場合は、また新たな対策っていうのが必要になってきます。で、難しい大学になればなるほど、まあ、1の公文や受講のレベルが上がったりとか、これを使っても解けない。ここだけじゃ回答にたどり着けないよっていうのが出てくるのが特徴です。なので、講座のレベルが上がっていったら、その辺の話もしていこうかと思います。では、まずは、ここからやっていきましょう。 はい。専修大学の問題ですね。 日本文とほぼ同じ意味になるように、それぞれ与えられた極1から5の中から最も適切なものを、丸括弧と四角括弧の中に一極ずつ入れて英文を完成させなさい。なお文頭にグルゴも小文字にしてあります。で、実際の先週の問題っていうのは、この四角括弧のところをマークするんですね。でもまあ、マーク欄があるわけではないので、普通に並べ替えていこうと思います。はい、これで、ね、僕はもともと東進でね、やる予定だった講座で、そのままテキストを取っといてあるんで、だから未公開のもの、そのまま全部タダで流しますんで、エンジョイしていってください。はいお得感ある ね多分ね <laughs> エンジョイですよ炎上しちゃダメですではいきましょう第1問はい私は自分の戦争南北戦争あっユキョ先生いる <laughs> 南北戦争の時代にまで遡ることができると、ね、160年ぐらい <laughs> <laughs> こうやって家系図でたどっていくんでしょうねこうやってどうなりますかねこれ解けますか「I can」って書いてあってなんとか「back」なんとか「time of the American Civil War」 ってて書いてますね、はい、南北戦争って言いますけどね、この i v ル・ l w ー r って言いますね,うねそう。でもね、市民戦争って訳されるとね、なんかね、なんかいい英雄が、すごい市民が出てきてとか思ってる人がいるんですけど、内戦のことですからね、i v ル・ l w ー r ね。で、僕確か習った気がする,がする <laughs> さあ、どれでしょう。まずですね、まあ、いろんなポイントがあって、もちろん知ってるこの表現、一瞬っていうのはありえますよ。そういうのは OK なんですけど、まずまあ、キャンさんいらっしゃいますね。キャンがいるんだから、そう後ろに何が行きますか そう動詞が来るはずですしかも一応動詞の後ろから動詞の原型が必ずここに入るはずなっていうのが分かりますね。ですよで選択肢の中で動詞になれるのはどれですかって言ったら「trace」しかない。で英語っていうのは名詞になったり動詞になったりするキャラクターがいっぱいあるので「trace」って「あと」っていう名詞もあれば「あと」をたどるって で、いつも私は授業で言うのは、トレースっていうのが出てきた場合は、トレースアイっていうですね、カラスの必殺技を思い浮かべろって言うんですけど、誰も知らなくて、はーってなやつですね。悠々白書でですね、あの、目が追っていくんですよ。はい、追っていくアイなんですよ。トレースアイなんですけど。で、トレースは決まりましたっていうのがあります。で、その後で、名詞がいらっしゃいますよね。 なんですかそう、アンセスターズ。アンセスターズって知ってますかそう、先祖のことですね。まあ今回ついてるんで分かりやすいんですけど、アンセスターズがあって、で、もう一個ですね、ここに名詞いらっしゃいますね。そう、名詞が2個いるんですよ。ここにも名詞があって、ここにも名詞があると。で、こういう時は、まいとだってこれ同じところにつきますね。 ね、所有格そして「だ」って漢字の「だ」ですけど両方名詞の前に置かれるよねだからどっちにつくかっていうのを考えなきゃいけないんですよ面倒ですねここまで分かればできますよねそう私はまず「たどれるよ」「何を」って言ったら「祖先先祖」でバックが来て後ろにこの「タイム」があるわけですね で、time っていう名詞をポコンとそのまま置いてやることなんかできません。名詞っていうのは必ず動詞だったりとか前置詞ってものに支えられなきゃいけないので、だから前置詞っていうものがこの名詞を支えてあげます。ほら、trace っていう動詞がきちんと ancestors っていう名詞を支えてます。t o っていう前置詞が きちんとタイムっていう名詞を支えてあげます。はい。こういう考え方ですね。これが文法って言われることです。で、残った、はい、タイムの前に、ザですか、マイですか、アンセスターズの前に、マイですか、ダですかって言ったら、はい、どっちですかはい。自分の先祖ですね。はい。で、my ancestors ですね。私の ancestors をこの時まで遡ることができますよ。The time of the American Civil War. っていう風になるわけですすねだこれが文法でででという考え方ももちろん知っていれば簡単に解けますね。ああはい「trace」「たどる」「back to」「どこどこまでにたどる」っていうので「trace back to」って知っていれば一瞬で答えは出るわけですね。 これ、Date っていうので出てくることもあって、date back to ですね。なんとかにまで遡りますっていうのが、だ早稲田でも同じ年に2回出たことがありますので、並べ替え問題で。だ出やすい表現ではあるんですね。trace 何々、back to 何々っていうのを知ってれば一瞬。知らなかったら、ああ、こういう成り立ちになってるんだっていうふうに考えていけば解くことができるという問題でした。I can trace my ancestors back to the time of the American Civil War. っていう,ふうに答えを出すこととがでできるというわけですでここで1個苦手だな、正常問題っていう人にヒントをあげますねえ。今回は空欄になっていませんが、愛っていうのはめちゃくちゃ大きなヒントですね。前っていうのもめちゃめちゃ大きなヒントですね。愛、昧になってる人が多いとは思うんですけど、愛っていうのは、<laughs> 愛っていうのは、そう、主語ですね。だから主語、主語とか言わないでね。そう、だから愛って出てきたら、 もう主語決定するんですよ。これめちゃめちゃ大きなヒントですから、そう、代名詞は舐めないでくださいね。すぐに答えがわかる。で、マイって出てきたら、ほら、所有格って必ず名詞の前に置かれるでしょそう。だから代名詞はめちゃくちゃ大きなヒント。ミイって出てきたら、そう、絶対目的語なんですよ。これめちゃくちゃ大きなヒントじゃないですか。だって、アンセス o r ズって書いてあったら、こいつが主語になるのか、目的語になるのか、わかんないですね。 でも、代名詞っていうのはですね、わかるんですよ、どこに置かれるか。なんで、代名詞は絶対に舐めないでください。<noise> では、2問目いきますね。はい、2問目。それは単に程度の問題だってきてますね。どういう時に言うのかよくわかんないんですけど。<laughs> だ、なんとか、simply、何にっていうふうになってますね。で、選択肢見ると、<noise> degree of, of i s matter っていうふうになってるんですけど、まずですね、動詞必要なんで、 英文っていうのはですね、はい、どれが動詞だろうっていうふうに考えてみてください。はい、動詞がないとどうしようもない。はさあ、どれですかはい。見つかりましたね。はい。B 動詞。こやつ舐めないでください。B 動詞ってめちゃくちゃ大きなヒントになるんですよ。え なめてたでしょそうだからねこういうのも知らないで正常問題苦手とか言ってちゃダメなんですよ B 動詞や代名詞ってねほんとなめられやすいんですよそんなのもう中学校今や小学校でやるから楽勝だよって思ってるんですけどそんなことないですよこの2つはですね非常によく使われるからこそ大事なんですよだって「いずって来たらもう主語決定でしょそう絶対に三人称単数の名詞しか主語に来ないんですよイズが来たら「R」って来たら もう主語は複数形決まるんですよ。もしくは言うですね。U うか複数形しか来ないんですよ。めちゃくちゃ大きなヒントじゃないですか。アムってきたら主語は愛しかないんですよ。一個しかないんですよ。だから B 同士はものすごく大きなヒントになるんです。 普通の動詞考えてみてくださいよ。だ例えばほら、matter ってね、今回あるけど、これ名詞で使うこともあれば、動詞で使うこともありますね。重要だって意味の matter ってありますから、そういうので使うこともあるし、で、matter って出てきた時に、こいつが主語が一発で決まるかとかって言ったら、そんなことはないわけで、いろんなパターンがあり得る、ね。でも B 動詞っていうのはもうこいつだっていうふうに絞ってくれるんですよ。超楽。ということですが、matter って出てきた場合に、現在形かもしれないし、原形かもしれないですね。 でも考えてください。イズって現在形しかありえないですね。え原形は ?B でしょほら。形変わるんですよ。形変わるやつってめんどくさいんだけど、役割がはっきりするんですよ。だから B としては舐めないでください。またってみてもこれが原罪形なのか分かんない。ねもしかしたら名詞かもしれない。でも、イズって出てきたら、現在形か過去形か原形かとか、そういうの考えなくていいでしょ しかもこいつが名詞だっていうのもありえないですね。動詞って決まるんですよ。だから B 動詞ってめちゃくちゃ大きなヒントなんです。だから、t h e s って言っちゃうんですね。simply はいでこの degree と a と matter を of を使ってつなげてやるんですね。t h a t i s are はい matter of degree というとですね。 まあ、程度っていう、不可算の方の degree ですけど、はい。that is a matter of degree. で、simply がここに入ってる。まあ、simply 以外にも only とか just を使うことがいいかな。that is just a matter of degree とかね。程度の問題ですとかっていうふうに言ったりとか、that is only a matter of degree なんていうふうに言ったりしますね。まあ、他にも just a matter of time とかね。そういう時間の問題ですよとかってね。言ったりすることですね。で、degree っていうのはよく出てくるんで、ちゃんと degree っていうのと相性のいい表現とか知ってますか知ってます ディグリー出てきたらこいつ疑わなきゃいけないですね。そう、トゥーが大事ですね。あ知らなきゃいけないのは、トゥー、そう、トゥーサムディグリーとかで、ね、トゥーなんとかディグリーっていうやつねすごいサムになっちゃった。<laughs> トゥーサムディグリー。はい、で、言いかれたんですかディグリー。エクステントですね。ほら。あ、ほんとすげえ字だ。 パックマンみたいにしてる。エクステント。こういうやつですね。To some degree とか、こういう範囲ってやつです。To っていうのには範囲の意味がありますから、To って到達のイメージあるじゃないですか。g o to とかね。どこどこ。g o to t v トラベルキャンペーンですね。今年出ましたけど、g o to t r トラベルは間違ってるっていうね。g o traveling ですからね。今年出題されましたね。はい、で、Gore to どこどこ。g o to the station でもいいんですけど、そこからここにたどり着くよってことは、ここにほら、範囲が生まれるでしょこっからここまで。From A to B って言いますね。 それと同じです。だから、to some degree. この範囲ですよ。この程度ですよ。to some e x t e n t e x t e n t っていうのはほら、エクステンドですね。伸ばすですから。x は外、tend は伸ばすですから、外に伸ばすので、ここまで届きますよっていうので、ここに範囲が生まれるんですよ。だから、to と一緒に使うことができるんですよ。相性はいい。 っていうやつですね。そう、degree っていうのも段階ですから、はい。こっからここまでの段階ですよっていう意味で、to と,と相性がいいんですね。ということでした。はい。こんな感じですね。正常問題によって学べることってたくさんありますから、そして苦手だ苦手だってただ単に言ってる人ね。それは単に程度の問題だ。it's simply a matter of degree。うまくいったかどうかはわからない。けど <laughs>、とりあえずえよかったと思ったらですね、高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングをよろしくお願いします。 おではさあ始まりました。正常問題対策講座第2項になりますので、はい、今回も並べ替えていってみたいと思います。大学は前回に引き続き先週大学でやっていきたいと思います。GO! はい、先週に引き続き先週です。さあいきますね、えー。過去の後悔や将来への不安を忘れて今を精一杯生きなさい。 素晴らしいメッセージですね。はい、皆さんに向けてのメッセージです。はい。で、空欄ありまして、あ、この丸と四角は気にしないでください。先週大学の問題では、ここの部分をね、マークするんですけど、えー、普通に並べ替えましょう。で、空欄の後ろ見ると、and future concerns and try to live in the present as much as possible というふうになっています。 で、選択肢を見ると、past let of regrets go っていうですね。まあ、これよくあるパターンなんですけど、品詞がですね、特定できないよっていうのが問われることって結構あるわけですね。えどういうことっていうと、今回ですね、動詞になれるというか、まあ、普段見てて動詞でよく出てくるやつが結構いないですかそうですね。この let と regret そして go っていう風になってません、ね、そうですぎ英語っていうのは厄介なんですよ同じ単語なのにいろんな品種になれるっていうのがあったりするのでそこを気をつけないといけませんはい今回の a 問題はですねいろいろと考えられることはあると思うんですけどこれはある表現法を知っていないといけないですね何って言ったら はい、これですね「レッグオフ」を知らないともう無理です解けませんそうだから有名な表現は知っておきましょうねって言いましたよねそうだこれを「あレッド」の形知ってます「レッド」何々動詞の原型っていうふうに作ろうとしたって解けないんですよこれだから「レッグ・レットゴーとかですね、はい、そしたらこの「オブ」意味不明だしだからそういうふうにもうこの表現は知らないと無理なんですよく使う表現ですよ映画でもねドラマでも見ていれば「レッグ・オフ・ミー」っていうのはめちゃめちゃよく出てきます「話せ」っていうやつですね 離れる状態にしましょうって言ってで何を話すのって言ったらそれが過去の後悔ですそうだからこの Regret は名詞で使われてたんですねでこの Past は形容詞で使われてたっていうのが分かりますで実はヒントがあってこのっていうのはですねヒントになることが結構多いです。 はい、同じ形をつなぐんです遠い接続詞っていうのはでは「PastRegrets」Past っていうのとあこれのマークですはい「FutureConcerns」はい、Future っていうこの2つが同じ形で並んでるっていうのが実はヒントになってましたでこの「Let」と「And」でこれまた「And」来てるんですけどこいつは「TryTo」ですねこの「l e k g o f f f とつながってますね っていう風になってるわけなんですね。はい。という風に、このっていうのも実はヒントで,ですね。答えを導き出すヒントになります。ただやっぱりレッグオフを知らなければこの問題は解けませんので、はい。なかなか難しかったんじゃないかなと思います。でもね、まあ、間違えちゃったでもほら、過去の後悔なんてね、忘れてください。未来の不安もう大丈夫かなできるようになるかな忘れてください。今を精一杯生きてください。 できます我々は彼がしてくれたことに対して心からの感謝を示した。はい、we short っていうのがあって、後ろ、はい、he, what appreciation for genuine had done っていうふうになってるんですけど、まず言えるのはですね、はい、主語、動詞二つあったら何必要ですかそう接続詞とか関係詞とかね、そういうのが必要ですよっていうのがわかるんですよ。なんで、今回、we short っていう主語、動詞も出てますよね。はい。 で、さらには、had done っていう動詞出ている、そう、he ですよね。he は主格ですから、絶対主語にしかならないわけですよ。だから主語にしかならないキャラクターもいるんですよ。he had done っていうね。で、接続詞や関係詞になれるやつって言ったら、そう、what ですね。だからここ、what he had done. 彼がやったことっていうのはまあ来るだろうなっていうのは予想がつきます。はい、まあ、正確にこの位置に来るっていうのは分かんないですよ。分かんなくてもあこういうふうになるだろうなっていうのは分かります。で、ワットの塊っていうのは全体で名詞になりますので、はい、ここに1個の名詞があるっていうのは実は分かるんですね。で、残ったものを見てみるとはい、h o r t ア p p r プリ i a ーションですね。感謝を示す。で、理由を表す時に for「for これに対してとか。 ののことででってていうのでよく出てきますね。例えば Thank you for coming って言いますね、はい。来てくれてありがとう。その来てくれたことに対して来てくれたからありがとうっていうですね。The We Short Genuine Appreciation ですね。はい、ちょっともうここ略語にしちゃいますけど、はい、Genuine 心からのって言いますね。本当のアプ reciation 感謝をって言って、その感謝とかと相性がいい for を入れて。 で、ワットの塊を入れてやればいいっていうですね。そういうものだったわけですね。はい。やってくれたことに対して感謝ですよ。やってくれたから感謝しますよっていうことになります。はい。だからこういうのはね、もう公文の授業かな。でもやったと思いますけどね。forgive 人 for こととかね。人を何体のかのことで許すとかってね。いうので出てきたりとか。blame 人 for ことね。人をここのことで責めるとかっていうのでも出てきたりするやつですね。 はい、次の問題いきますね。はい。えー、人々がテレビをつけたまま寝てしまうのには色々な理由がある。知らんかな。それは寝ちゃうだろうけどさ。それは疲れてるからとかじゃないそれは。では、いきますね。見てみますね。There are a number of reasons って書いてあって、asleep people on with fall. ですね。はまあ、これは狙われやすいポイントですね。非常に、ね、まず最初の方はもうできているので、there are number of reasons ですね。まあ、一応、日本では there is っていうのはね、この後ろ、ここが主語ですよっていうふうにやるので、それでやります。一応、日本でよく教えられるのに合わせます。アメリカだと。 ここが S って教える人が多いんですけど。で、たくさん、あり、ね、まあ、あ、ナンバーオブってね、たくさんのって習う人が多いんですけど、たくさんとは限りませんので、複数のっていう意味、さまざまのっていう意味なんで、だから多くの参考書では多くのって書いてありますけど、多くとは限りません。はい。で、理由があるっていうふうに書いてあって、人々が寝てしまうって言ってるわけですね。はい。なんで、people? はい。fall asleep ですね。これよく狙われる表現なんで、fall asleep ですね。寝るっていう表現です。 で、ただですね、さっき言ってたじゃないですか、SV2 つある、その場合って、接続詞とか関係詞出てこなきゃいけないんですよね。ないじゃないですか、この嘘つきってね、はい、言う人いっぱいいると思うんですけど、嘘ではございません。えー、この Reasons っていうキャラクターですね、こいつって後ろに普通に主語同士置くこと可能です。Reason っていうのは、後ろに Y とかね、まあ、that なんていうのがあったりするんですけど、はい、それを まあ、こういう、まあ、関係、福祉とかっていうんでね、習うと思うんですけど、こやつを取っ払っても OK なんですよ。この Y さんをどかしてもいいんです。なんで、reasons people for a sleep ってそのまま言うことできます。はい。寝ちゃうってことね。なんで、まずはこのポイントが1個分かってないといけない。で、もう1個分かってなきゃいけないのは、そうですね。はい。分子公文とかって習うわけですね。with、プラス、名詞プラス、 アルファーとかっていうやつですね。はい。水足す名指足すアルファーです。これの状態でって言ってるはい。なんで、多くの理由がありますよ。テレビをつけっぱなしの状態で人々が寝てしまうってやつです。まあいろいろ習ってないですかほら、He's standing over there with his eyes closed とかね。なんで目つぶって立ってるのかよくわかんないけど。で、with his arms folded とかね。やるでしょこのね、えー。腕をこう組んで。 っていうやつ、習ってないですか He's sitting over there with his legs crossed とかね。はい、足を組んでとかってあれです。ここに O が C の状態でとかって習ったりするやですね。だこれはテレビがついてる状態。TV is on ですね。テレビがついた状態で寝ちゃってるっていう意味になります。はい、次です。えどのような状況でもこの学校の先生なら学生の尊厳を損なうことはない。 どんんなな学校なんでしょうよくわかりませんが「from this school, heart, a r student's dignity」っていうふうになってますがはいさあ一体どれでしょうっていうんでまあこれは結構厄介ですよまあよく問われるポイントでもあるんですけどそうです気づきましたねそう「under と h e c i r c u m s t a n c e なんか見たことある状況かっていうのねそう見たことあるんだけどそこだけじゃダメなんですよはいね under」はい、ねはい、どんな状況でもそんなことはないなんで under no circumstances ですね で、これがあると、どういう状況が起こるかわかりますもう、やったことある人だったらわかるんですが、そう、否定の福祉とかって言われるやつです。否定の福祉が頭にある場合は、後ろは必ず、統治されるってやつですね。はい。ね。主説の部分は、統治されなきゃいけないですよっていうやつなので、で、どういう統治が起こるんですか否定の福祉が頭にあると。 だから疑問文の語順にするそうすると w 疑問 l の a teacher from this school?Heart ちょっとスクールの部分こっち電池したス名詞なんで取っ払っちゃいますねそうすると Heart a student's dignity っていうふうにここが疑問詞の疑問詞ね疑問文の語順になってますねはい Would a teacher heart 何々ってほら疑問文でできるじゃないですか。あれと同じです。というふうにここが疑問文の語0になってる。はい。だからどんな状況下でもこの学校の先生が生徒の尊厳を傷つけるようなことはしませんよ。 っってていいう風に言ってたわけでですねはい、こんな感じです、ね、まあ、やっぱり統治っていうのは出やすいわけですよ。そう並べ替えの問題って語順を問いたいわけですから、語順のポイントとして、やはりここは絶対押さえておかなきゃいけないものですから、でこういう問題出てきたときああ、来たとかってね、わかるようにしといてください。オンリーとか来てね、ああ、来たとかね、ノットオンリーの統治とかですね、いろんな狙われるポイントがあるので、はい、そこに出会っておくことが大事です。ぜひ否定のね、統治。 ではよく出題されるのでさまざまな問題に触れてあ来た本番これだっていうふうに分かってもらえるといいんじゃないかなと思いますねまあ前回はいろんな解き方があるよ文の構造を考えてみましょうとかってやったんですけど今回やったのはやっぱり表現知ってた方がいいんですよ知ってりゃそれで解けますからそうだからねもちろん論理的に解くってことは大事なんですけどいろいろな表現ですね知っておく触れておくと答えを出すことができるんだっていうのは知っておいてくださいはいこの動画よかったら 高評価、そしてチャンネル登録、そしてクラウドファンディングもどんな状況かでもお願いします。おー、<noise> では始まりました。正常問題対策講座第3項になりますね。はい、前回、前々回とですね、正常問題ってどういうふうに解いたらいいのかね、構造の部分だったりとか、きちんと表現を覚えておきましょうとかっていうのをやったと思うんですが、第3項も非常に参考になりますので、ぜひ参考にしてください。はい、それでは行ってみましょう。 その法律が廃止されるのはさほど遠い先のことではないだろうですね。さほどとかね。和文英訳問題だった場合非常に厄介ですけど。はい。It will not be very long なんとか、that large なんとかっていうふうに来ているんですね。まあ、ああ、こいつ来たなっていうふうに本当は思ってほしいですね。It will not be long 何々っていうすごく有名な公文ですね。そう。だしっていれば一瞬で解けるんですよ。で、that large なんとか。 ではいこの後ろを作っていけばいいんですけどそうですね、はい、B 動詞いらっしゃいますからえ B 同士っていうのは絶対に動詞にしかなれないキャラでしたね。はい、ラッキーですよもう主語はね三人称単数形だっていうのも分かるしねいざと現在形だっていうのも分かるしね非常に大きなヒントになるんですがはいはい e long before ってやつですね。はい。もうセットで覚えちゃっていいですよ、次いね。はい。very が今回挟まってますけど、long before で、dot lar はい、その法律っていうのが廃止される do away with ってやつですね。それの柔道体です。はい。なんで、今回は not long before っていうのと、 do away with の受け身。二つの有名公文が問われていたという問題だったわけですよ。はい。ね。それに気づいていれば、もう一瞬で答えを出すことができたわけですね。だからやっぱり表現を知ってるっていうのは大事です。はい。もちろんきちんとね、平行像とか考えられることもできますね。はい。その法律っていうのが do away with ですね。はい。あ、do away with って知ってますか、うん、廃止する、abolish とかっていうので覚えてる人も多いと思うんですけど、do away with っていうのは、away っていうのが離れるじゃないですか。 で、with っていうのがそれとくっついてるってことですけど、だからそれがくっついてない状況ですね。くっついてるのから離れるんだ。だからいらない。それなしで済ますますっていうことですね。その法律っていうのがない状況で私たちやってきますよってことです。その法律がくっついてる状況から離れてやっていきますってことです。だから廃止するんです。 で、このは not long before もマランキしてる人多いんですけど、まあだってわかるじゃん。この単語自体すごく簡単ですよね。それをする前に時間は長くないって言ってんだから、すぐにですね。でだから私が家に帰るまでは長くありませんって言ったらすぐに帰るでしょ。ね。だから私がここを出るまで時間は長くかかりませんって言ったらこれすぐに出るって意味ですね。そういうことなんです。だから全然難しくないですよ。はい、ということでした。だから表現を知っていれば一瞬。 ね、ただ表現を知っていなくてもちゃんと答えを出すことができるよっていう意味ですね。ねここが主語であるとかねああこれが受け身だとかっていうのは分かったりするしああビフォーは接続詞ちゃんとあるなとかっていうふうにちゃんと構造を考えても答えを出すことができます。そうだからきちんと持ってる知識表現の知識で戦うこともできるしそれが分かんない時でも戦うことはできるんですよ文構造を考えればねそして語法を考えればねっていうわけです。 はい次です、えー、私は日々の業務を確実にその日のうちに処理することにしている。ああいいですねこのね次の日に回さないっていうやつですねはいまあもう自分にも言い聞かせたいですしね平さんにも言い聞かせたいですよ本当にですねはい。選択肢 っていうふうになっているのであまあこれは知っていれば一瞬で解ける表現ではありますよねはい動詞になれるキャラクターはメイクとフィニッシュですはい動詞が2つあってどうしようっていうやつですがえもちろん接続詞や関係詞が出てくる時もあるんですけど今回のようにそう「トゥ」を使ってやるっていうのはねありますよねはいで「make sure to っていうふうにこれで確実に何々するっていうやつはいで後ろにはい動詞を置いてやって「make sure to finish はい。終わらせるって言って、all of my daily operations. はい。全部ですね。all of my daily operations by the end of the day. です、ね、はい。by なんとかまでにというやつですね。ここまでに終わらせますよという表現ですね。でこういうふうにやってればそれでお芝居。はい。簡単ですね。make sure to do を知っていれば簡単に終わらせられます。で、all of my daily operations. はい。これ、よーく問われるね、ポイントですよね。めんどくさいポイントなんで、これほんと苦手って人多いんですけど、 オの語法をです、ね、ちゃんとやっておきましょうはい「O」オっていうのはですね非常に厄介なのでやっぱり押さえておかなきゃいけませんまあしょっちゅう出てくるので,、はい、で今回は「Operations」っていうやつでしたけどまあ私はいつも短い字で書きたいので字数がいっぱいあると嫌なのでボーイでやるんですけどその少年全員っていうですねそう 表現してください。大丈夫ですか？少年全員ってですね。はい、全員の少年男の子たちです全員の男の子たちっていう表現ですね。書けますか？ってよくんですけど、どういう表現があるかって言って。この？おお、ボーイズていうね。これが非常に大事になるやつですね。青だったボーイズっていう風に入れなきゃいけないで、さらに他にも言えます。 このオブを取っ払ってオールドボイズっていうことも可能ですね。はい、厄介ですね。このね、オールドボイズとも言えるし、で、だが別に特定されてない場合に、オーボイズっていうふうに言うことも可能です。ちゃんとここは押さえておかなきゃいけない。で、厄介なのは、エブリとかイーチの場合は単数形ですからね。エブリボイ、イーチボイになりますね。 この辺が非常にややこしくてですね、狙われやすいわけですね。文法問題でも出るし、生語問題でね、4択とかでも出てくるし、非常に厄介なやつです。はい。なんで、ここはちゃんと押さえておかなきゃいけない。で、えー、さらに厄介なのはですね、ここが、e、Each of the Boys っていうふうになってる時ね。これ、めちゃめちゃ厄介ですね。すごくめんどくさいです。なんでだかわかりますかここですね。はい。ここに空所があったとして、 B 動詞入れてください。ね、B 動詞の現在形入れてください。all of the boys の後ろに、はい、ここに B 動詞の原形これが主語だったとしてですね。何入ります ?each of the boys ってやって、はい、これ、こっちが主語だったとして、はい。The、all of the boys 何々 ?here とかね、ここにいます。はい each of the boys なんとか、here ここにいますだった場合に、はい。なんていう B 動詞入れますはい、厄介ですね。ここで、 こっちは R でこっちは Is になるっていうのがめちゃめちゃ厄介ですねそう主語こいつね All of the boys の場合はこの All がまあ主語になるんですけど All はですねちゃんと複数に一致して All the boys are ってやんなきゃいけないそれに対してこっちは Each of the boys って言った場合ですね Each はですね単数扱いなんですよこいつ名詞になった場合だから Each of the boys is になんなきゃいけないほら アートイズが違ってややこしいんですよ。非常にめんどくさいですね。これね。で、エブリはちなみにこの形ないんで、エブリオプタボイスとは言えません。エブリはこの名詞になる働きありませんので、ちゃんと知っといてください。で、次いきますよ。はい。これ1個目のテーマ。で、次に、ほとんどの少年っていう時ですね。これまた厄介なキャラクターですよね。どうですか知ってますほとんどの少年はって言った場合に、なんて言いますはい。そうなんですよ。 で実はこれとこれで今のね話とねつながってるんですけどちゃんと知っておいてくださいほとんどの少年っていう時にみんなが「モーストエーとオールアーエーと」ってなっちゃうんですけど、はい、これに「オーモスト多いイ」だけなんですよ。 これさバラバラにみんな覚えてんだけどこの「オール」のところと「オーモスト・オール」のところ別々に覚えないで一緒に覚えちゃうい,いんですよ「オーモスト・オール」って言った場合にこれでほとんどの少年ですねだから「オーモスト・オール・オブ・ザ・ボイス」「オーモスト・オール・ザ・ボイス」「オーモスト・オール・ボイス」っていうふうに言えばこれでほとんど少年たちはっていうふうに言えるし、はい、あとはそう「マウスト」で出てくるときがありますよね「モースト・オブ・ザ・ボイス」っていう時と「モースト・ボイス」 っていう風に言うことができますね。で、これが非常にややこしいんですよ。もう、ぐちゃぐちゃになっちゃう。はいね、私もね、ツイートしたんですよ。ツイッターでね。この高校でね、授業をやった時に、一番前に座ってる子が、まあ、この5つを書いてほしくてね、はい、ほとんどの少年って言った場合、書いてごらんなさいって言ったら、4つ書いて4つとも間違ってたっていうですね。すごい。それ、だって学校でできる子ですよ、その子すごく。すごくできる子なんだけど、1個も合ってなかった。 すげえって思ってね。こんなにずれるんだーって思って。でもね、そのツイート出したら、やっぱコメントでいっぱい、どれが正解なのいやいや、どれも合ってないんだけどね。えこれだと思うんだけどって言って、それも間違ってたりとか、あ、やっぱり間違う人いっぱいいるんだなっていうのがよくわかるわけです。それでよくあの、almost boys! ってねね書いちゃう人、ね、あとちょっとで少年どういういことあとあちょっとで少年ってことなんか年結構いってんだけどとかもしくは少女なんだけどなんかすごいあとちょっとで男の子だよねみたいなねそういうふうになっちゃいますからだから「almost people」<music> ーーって書く人もすごい多いほとんどの人々って言ってあとちょっとで人々なんですよ人魚とか半魚人とかですね類人猿とかですかそういう意味になっちゃいますから違うので <music> almost all. all 忘れないでくださいねうん。 昨日ちょうどあったわもうどうでもいいのに思い出しちゃったよすげえ背の高い女の子とちっちゃい男の子が歩いてんなって思ったら女装と男装だったカップルで手繋いで歩いてましたよへーって思ってねあのすごい最近の格好してた はい。どうでもいいですね。で、almost all of the voice とか、こうやってね。で、覚えるんですけど、とにかくね、オブがついてる時に、このザ、つけなきゃいけないよっていうのだけは覚えておいてください。はい。ザか所有格ですね。さっきの My Daily Operations my ついてましたよね。そこは絶対押さえておいてください。これが狙われるポイントだし、間違いやすい。で、almost all 入れてくださいね。almost だけだったら、ほとんどこれなんだけど、になっちゃうので、注意です。 でもって、で、これもだから、みんなさっき言ったみたいに、ここは一生懸命覚えるぞ。この5つバーッと覚えて。でど、どうせ解けないんですけどえ、どうせできないんだけど、でもほら、おうも同じ語法だって、覚えておいてくださいね。これ、おうもすとついてるだけなんで、これ同じなんですよ。だからバラバラに覚えてる人多い。だこっちもそうですよ。一生懸命、ボッタッタバイ、ボッタバイバイバイバってやるんですけ、ね、ど、モーストってもともと何の最上級ですかそう、メニーですね。 だからこれ同じ語法なんですよ。メニー・オプ・タ・ボーイズっていうのとメニー・ボーイズと同じなんですよ。実はこういうふうにですね、これだけじゃないんですよ。同じ語法を取ってるキャラクターっていうのはいっぱいあるんですよいっぱいあるけど、みんなバラバラ、その都度その都度覚えてるから、無駄に暗記してるっていうことが非常に多いですね。なんでそういう無駄をしないように、ぜひこれらつながってるんだっていうふうに分かっていくことが大事になりますので、はい、そういったところをきちんと。 押さえておくことを忘れないでくださいでもって今のことが分かっていればですねこういうのが出てきた時でも全然いけるんですよ。all information of the information. はいって言ってたとこが出てきた時にここまた「はい」「ああですか?「いつですかっていうのがね出てきた場合にどうですかそうさっきの「All of the Boys」の場合は複数扱いだったんですけどこの「All」ですね。「Information」「不可算」って数えられないやつですね。そのの場合は all informationis of the information. になるので 気をつけない,といけません同じように「most of the information」っていうのもさっきは「most of the boys」の時は「r」でしたけど「most of the information」っていった場合は「ease」になりますのではい、気をつけないといけないんですね。ここね、空欄だった場合に、でききるようにしておかなきゃいけません。で、その時に「まあややこしい」ってなるのはよくわかるんですけどつまりこの「most」っていうのは何の最上級ですか シッキービシューシッキーやるビシューベディリすより、違いますね。エンフォメーションっていうのが出てる場合なんで、これ深さだから、これマッチですね。これはマッチオプテンフォメーションなわけですよ。そう、だかモーストっていうのは。 加算名詞にも不可算名詞にも使える。当たり前なんですよ。それメニーの時とマッチの時ですね。それぞれが最上級になっているのでできるわけですけ<タッ> all に関しては形全く同じですけど、加算名詞も不可算名詞も両方来るので厄介です。はい。これらをきちんとまとめて覚えておかないといけませんので。まあ、あとは私が書いたね、さっきのフレーズね、全部フレーズを覚えとけばそのまま応用できるので、問題出てきた時に、あ、そうだ、all of the boys are だったな。 All of the information is だったなっていうふうに混乱しないので、はい。ぜひその辺のことも抑えておいてください。だからこれもわざわざ一生懸命考えなくても、ほとんどの情報、almost all of the information 出ますね。ほら、almost all the information 出ますね。で、most information も言えるだろうな。わかりますね。そういうことなんです。すべて暗記するのは大変だと思うんですけど、同じシステムで動いているんだってことがわかってもらえたんじゃないかなと思います。はい。この動画がよかったら高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングもよろしくお願いします。 そうださあ、政治問題対策講座第4項第4。<ー>今回も、早稲田法線寺からお送りしております。それでは、4項。ぜはははは。あ、あの人も4項になったもんね。カイドはい、では言ってみますね。彼は私に英語力を伸ばすため、英国で勉強することを勧めた。さあ、 選ぶことができますか、えー、まず、he recommended なんとかってやって、in the United Kingdom, to なんとか English っていう風になってます。で、選択肢を見ると、I, my, that, up, study, brush っていう風になってますね。まあ、動詞になれるキャラクターがね、二ついるってことがわかると思います。どれかわかりますねそう。study と brush っていうのがなりますね。で、さらには、ラッキーじゃないですか。そう、言ったでしょ代名詞っていうのはヒントです。書くっていうのは とってもヒントになることが多いよって言ったね。i は必ず主語。my は必ず所有格。名詞の前に来ますよっていう風になるわけですね。で、recommended って、はい。recommend っていうのの取る形知ってますか二つ浮かばなきゃいけないですけど、recommend that SV 原型ってやつですね。はい。これがまあ一番大事なやつです。S が V するよう進めるってやつですね。で、recommend ing っていうのも一応覚えておきましょう。こっちはレベルが高い方ですね。 で、レコメンド m e トゥ人ゥって覚えてる人もいるんですけど、まあ、ほぼ見ないです。まあ、基本的には、ざっと接があって、SV 原型、もしくは ING で覚えておくことをお勧めしますえ。そうすると、今回、ING いないですね。そう。だっと SV の形を使えばいいです。で、はい、主語になるキャラクター、そうですね。I は必ず主語。で、もうここにおけるの、study ですね。はい。は study っいうふうに、簡単にできたでしょ。 で、イン the United Kingdom. で、2、そう、あとは、ブラッシュアップ。マイ、イ n g l i s h としてやれば、これで正解になりますね。はい、ブラッシュアップ大丈夫ですか まあ今回、英語力を伸ばすというふうに書かれていますが、まあよくするわけですよ。そのブラシをかけるんですよ、これ。ブラッシュアップっていうのはね。だブラシかけて、あなたの英語力をアップさせるんだよ。偶然アップになってね、はい。ブラシをかけて磨くんだよっていうイメージを持っておくと、この表現は覚えやすいですね。ということで、英語力をブラッシュアップするためにイギリスで留学することをおすすめだよんっていうふうに言ったわけですね。He recommended that I study in the United Kingdom to brush up my English. 難しい。<laughs> まあ今回はだいぶ簡単かなと思ったね。スタディだったら自動車でも使えるし、ブラッシュアップ何々でね、磨くっていうのも知っとけば簡単ですから、ヒントが多い問題でした。はい、続いて、いきますね。え、いかに君に才能があろうとも成功するには努力しなければならない。え、くらって、You are going to have to work hard to be successful ですね。じゃあ前の部分を作ればいいわけですね。The talented matter are nor you how. ってやつで、はい。 もうこれこそ知っていれば一発じゃないですかそうですノーマタ疑問詞の公文だって分かれば一発ですねこれめちゃくちゃよく出てくるんですよだからノーマターハウでその後に来るのがそうです形容詞副詞っていうのを置かなきゃいけないよっていうのがポイントですね No matter how で普通に SV っていう風にやっていくんじゃなくて、形容詞か副詞を置かなきゃだそれになれるキャラクターはハレンティ t e ですね。そうです。はい。どんだけ才能があっても、you are という風にこいつを後ろに置かなきゃいけない。主語、動詞、方語が前にいるってやつですね。形容詞や副詞を前になすんだよってやつね。 これむちゃくちゃ並べ替え問題出題されますから、絶対に押さえとかなきゃいけないですね。No matter how smart you are, you have to remember this.、ね、どんだけ賢くてもこれはちゃんと覚えておいてくださいね、まあ。賢ければできるかっていうポイントですね。はい。で、これ No matter how 一語で言い換えるとっていうのもよくやりますね。そうそうそう。However ですね。The however talented you are なんていうこともできるやつでした。 まあこれは知っていれば一発でしょ。一発だし、逆に知らなかったら無理なんで。だからやっぱ表現を覚えておくっていうのは大事なんですよ。どんだけ才能があっても成功するためには一生懸命やんなきゃいけないんだよっていうことね。ぜひ皆さんもね、これ英語の才能あるわとかね、思ってるかもしれないけど、頑張って努力しましょうね。はい、僕もそうやって英語の勉強してきました。まあ才能あったと思わないけどね。かっこいいこと言っちゃったかな。ダ能。はい、次いきます。 え、もし彼らが5分早く出発していたら、京都行きの最終列車に乗り遅れずに済んだかもしれない。はい、これもめちゃめちゃよく出るパターンですね。F day なんとか、5 minutes earlier day なんとか、the last train to Kyoto という風になってます。え、だから実際どうなんですか ?5 分早く出発していたら乗り遅れずに間に合ったかもしれないってことは、実際は5分早く出発してなかったから間に合わなかったってやつですね。そうです。ご存知の。 仮定法ってやつですよ。えー、なんで仮定法の時に、まあこれは過去のことですよね。だから、if 来て仮定法過去完了とかいう謎の名前のやつでしょ。そう、こっちには、if の方には、had 来て。そう。はい。で、出発だから、left。5 minutes earlier, day。で、こっちが、はい。 主節まあ、あ帰結節とかって言われるやつですけど、それには、助動詞の過去形足す、ハブ足す過去分詞ですね。えー、might not have っていうふうにやってるわけですね。ミスしなかっただろう、最終電車をっていうふうにやってるわけです。はい。意外と間違えますよ。これね、not の位置間違えたりとか、might have not missed とかってやっちゃう人すごく多いんですよ。だから、よく問われます。で、 こちらもそうですね。ここの if っていうのは統治することできますから、はい。語順変えたらどうなるんですかこれ。if を省略してとかって良くなるやつあるじゃないですか、あれですね。あの場合の語順はそう。 こういうことできますね。Had they left five minutes earlier?、まあ、こっちの固い表現ですけど、こういう風に、if を取っ払って、助動詞の役割のあるやつを前に出すっていう、統治ですね。これも問われやすいです。だって、統治って普通と並び順が違うわけじゃないですか。並べ替え問題っていうのは、その並び順の問題ですからね。はい。なんで、ここもちゃんと押さえておきましょう。5分早く出発してたらね、電車乗れたのにとかっていうのはね、よくありますね。ドラマとか映画でもね、よくある場面ですよ。まあ、平野さんなんかもそうですね。いつも出発が遅れるんで。だから彼はね、タクシーしか乗らない。でも タクシーか乗らないんだけどタクシーが大体道が混んでるっていう言い訳に使えるからそのために乗ってるんです大金はたいてですね大体タクシーの運転手にチップとあげてますからねあの人ねはい続いていきましょう え、その建築家は東京にあるそのビルの設計において非常に重要な役割を果たした。そうなんだ。誰だろう。The architect has played なんとかで that building in Tokyo かって、designing so art in significant role っていうの、ね、で、まあこれは狙ってますね。もう明らかに。で、皆さんは多分もう、ああ、この区分来たよ、わかるよってなったと思うんですよ。え、知ってるよ、play a role in ing, 役に立つでしょ知ってる、知ってるってね。お兄ちゃんってなるんですけど、そこだけじゃダメですね。えなんで ?play a significant role なんじゃないのすごい役割した。そうです。そうがいらっしゃるんですよ、ここに。さあ、どうしますこのそう。え、知ってるよ。significant って形容詞でしょ形容詞を就職するのは副詞です。だから、あ、so significant role in. イェーイって言って、ダダーってなるわけですね。はい、ダメですよ。 ってなっちゃう問題です。だからそうやって間違えた人いっぱいいると思いますよ、実際これ。そうじゃないんですね。あの、何回そうって言えばいいんだろうね。じゃあ、どうすればいいのか。実 この語順にならなきゃダメですね。so significant role っていう風になりますね。そ、so、うが出てきてる場合ですね。まあ、so significant だけだったら全然ね、問題ないんですけど、こういう風に名詞がいらっしゃる場合っていうのは語順が違うんですよ。a very significant role とかだったりですね。very だったらそのまま a が来て、副詞来て、形容詞、名詞になればいいです。でも、そ、so、うが来てる場合は、so 形容詞が来て、a が来て、名詞の語順ですね。ね、そう形アメとかって言われるらしいですね。 総計アメって、総計は甘いぜみたいなね。甘くないよ。っていう、この語順になるので要注意です。 ちゃんと押さえとかなきゃいけません。え、だ、a s とかね、to とか、how とかも同じような形をとります。ただ、自分で英作文やるときはやらなくていいですよ。滅多になるわけではないです。すごく堅苦しい表現だし。だからそういった表現を使う必要はないです。これだったら、such 使ってね、such a significant role とかってやった方が簡単ですね。そっちの方がよくある表現だし。はい、だから、そ、so、うがいると、そういったことができる。もうダジャレばっかりだな。はい、ので、覚えておきます。そう<ー>。で、残りが、in, designing, In Tokyo ってにこれ実際にネイティブにね溶かしてもね、うってなるんですよ。やっぱ見慣れないというか、そんなにたくさん使う表現じゃないので、やっぱ止まるんですね。Such a significant role とかってやる方が普通。 まあそっちの方がまあよく見るるライティングとかでやる必要はない。んですけどやっぱり出てくることははあるのででで空所補充でも注意です、はいという感じですね。はい。今回もですね。やはり、統治だったりとかね。よく出る公文っていうのがありますから、きちんとよく出るものを覚えていく。もちろん、いろいろなね、文法ルールで解くことはできるんですけど、こういった考え方もきちんと持ってやっていくっていうのを忘れないでください。できそうそうそすまあ、<laughs> でも、できると思いますので、はい。 必ず努力してね、できるようになっていってもらえればいいんじゃないかと思います。はい。この動画が良かったら、高評価をおっそう。チャンネル登録をおっそう。そして、クラウドファンディングもよろしくお願いいたします。そう。おー始まりました。さあ、正常問題対策講座。今回もやっていきたいと思いますが、第5項からはですね、 今までですね、日本語訳があって英語を並べ替えるっていう問題だったんですが今回から英語だけですね日本語がついていないものになりますので厄介だと思いますがやっていきたいと思います英語だけですねでやっていく大学の問題は「汗」こせ「個性」「正」っ はい、それではやっていきますね。え、それぞれに与えられた語句を並べ替えて、空欄1から5を補い、え最も適切な語を完成させなさいと、回答2番目と4番目に入るもののみ、A から E から選び、その記号を回答欄にマークしなさい。大文字小文字の違いを無視しなさいっていうやつなんですが、マーク欄ないですからえ、ちゃんと並べ替えていきます。全部ですね。そうやって解いてください。まあ、実際ね、問題解くときに結構正常問題って、ABCD だけ書くとかですね、アルファベットとか数字だけ書くっていう人多いんですけど、そのやり方 あんまおす,すめしないんですよ本番ね余裕で解けるっていうんだったらやっていいですでも英語の勉強にはならないし見直す時が大変なんですよ見直す時にこうね当てはめていかなきゃいけないんで逆に時間かかっちゃうってことはありますんで確実に正解できるっていう自信がない限りは英文を書くことをおすすめしますで英文を書いてで後から ABCD 振っていく、ね、そっちの方が確実ですまあ本番は皆様のレベルに合わせてやってもらえればいいと思いますね難しいのにただ記号だけでやると後で痛み見ますはいではいきます The company ってやって、one of the most successful in the world. で、been, to, consider, have, be. っていうので、えー、これはまあ文法を考えれば一発なんですよ。もうバーンって解くことができます。文法語法なんですけど、ややこしいじゃないですか。で前にも言いましたね。動詞になれるキャラクターがいっぱい並んでる。えってなる。だからこれ面白いです。ネイティブスピーカーにやらせてもえってなります。これ。何 ってなるんですけどでも、文法事項を考えれば一発でしょだって、瓶は100%過去分子。で、まあ、コンセダードに関しては過去形の可能性もある。そして、B は、これ、やめなさいそう。B 動詞はめちゃめちゃヒントだって言ったじゃないですか。Was だったら過去だし、三人称単数形。Am だったら主語は i って確定しますね。A だったら主語は u か複数ですから。っていう風に、B 動詞はめちゃめちゃヒントになるんですよ。で、だビンって来てるってことは、has been か have been ですから。 これ確定です。それ以外に瓶見たことないでしょ何々ビンって。ミスターピンとかですかはい、違いますよ。で、これで確定するし。で、B ははい、原型でしょ原型置くためにはそう。 確定でしょっていう風に確定要素がボババッと出てくるんですよ。で、後ろに名詞、One of the most successful in the world っていう、正確に言うと、One of the most successful companies っていうのが省略されてますよ、ね。One of the 複数名詞ですね。で、言わなくてもわかるので、もう company って書いてあるからえ。なんで、はい、これらをまとめて言うにはどうしたらいいのこの c o であ i と残ったよ、どうすんのつったら、はい。 こうやってやれば一気に全部片付きますね。ここは、はずたす過去分子、完了形です。そして、B たす過去分子、受動体です。そうです。完了形と受動体が混ざってたってことです。で、さらには2来て原形っていうなってます。で、えー、何これ、コン d e r to b ってよくわかんないよってなる人もいると思います。そうですね。これ、受動体で見るの慣れてない人が多いからですね。 能動みなしてる人が誰だか分かんないので誰だか分かんないっていうか、まあ、世界でみなしてる人たちがたくさんいる一般の人なのでこれ受け身になってるわけですけど誰々がみなしてるっていうわけじゃないのでだから受動体受動体ってそういう時に使われるからね主語が重要じゃない時に使うのが普通ですからで、まあ一応税を補っておきますそうするとこれ能動体にすると っていう形になりますね。They have considered the company to be one of the most successful in the world. っていうふうになりますそうで。これ意外と見たことない人多いんですけど、<noise> A considered A to be この形あります。だから、Consider OC っていう風にね、習ってる人も結構多いと思いますし、Consider O as C みたいにね、習ってる人もいると思うんですけど、実は 2B を置くこともできます。だから、その形で習ってる人は O to B C とかってやってもいいと思いますけど、で実はこういう形も持てます。だから、Consider はそのまま、Consider OC、Consider O as C っていう形だけじゃなくて、実はこの形でも出題されますので、押さえておくことをお勧めします。で、これが受動体になってるね。だから、ここに 2B いるんですよ。 はい。この形が受動体になっているだけであの、あとは後ろそのままっていうことでした。はい。ワンオブ f 複数名詞も一緒にちゃんと覚えておいてくださいね。重要なとこですよ。はい。続いて2問目いきましょう。We knew that. ってらがって、The decision would be. まあ、なんかね、この would be って B e だけで終わってるっていうのが厄介だね、これね。なんでこんなところに単体の B e 同士いるのって感じだよね。で、選択肢見ると、 What not had heard Jane っていう風うになっています。はい。まあ、これはね、スッとできた人も多いんじゃないかなと思いますが、聞くことっていうのができるのは人間なんで、だから Jane が聞くはできるはずですね。ここはいけますが、今度は自ですね。would be っていうのが、これ過去から見た未来でしょうね。would, new ってきてるからね。だから、ああ、ちゃんと、 ここが過去完了形だっていうふうに思えたことがですね。で、ウッピーの後ろがない、なんでですかって言ったら、それはもう、ワットになって前に出てきてるって思わなきゃダメです。はい、っていう感じですね。えー、細かく見ていくと、まず、new、私たちは知っていたよっていう過去がありますね。で、それよりも前がこれですね。had not heard。ね、ジェーンが聞いてなかったって っっってていううのをバキてなっちゃうそれを知ってたよって言ってるわけで,すでこっちは過去から見た未来ですね決定っていうのが何になるどうなるのかっていうふうになってわけですねだ決定がどうなるかっていうのをジェーンが知らなかったってことを私たちは知ってたよはいなんで時勢がね非常にややこしい問題ですねこういうういいにね過去完了っててのが出てきたら ある過去よりも前っていうのは基礎として覚えておいてください。もちろんね、詳しくやれば英文法の授業でね、もっと詳しくはやることはできますけど、とりあえず、まずはある過去があって、それよりも前のことが出てきたら、はド使うんだと覚えておけば大丈夫です。文法マニアになる必要はないですからね。で、もう一個のポイントは、ワットが前に出てきてるよ、ですね。疑問詞なんで前に出てきてるっていう、このポイントになりますね。なんで、実性のポイントと、そして、この疑問詞の説によって語順が変わるっていうのがポイントでした。 はい次行きましょう John is not very punctual He usually なんとか The class had started って書いてますね Minutes up after times 10ということであまた He is not very punctual、ね、またヒラさんはパンクチュではありません時間は守れません <laughs> パンクチュアここ本当にさすパンクチュエーションとかがら来てるんですよ時間きっかりで,、ね、で He usually、はい、だいたいこうですって言っておラッキーですねどうしっこしかないですよ turns だけですね。s ついてますね。minutes を基本動詞で見ることはまずないですからね。この後ろよく使われるやつそう turn up ですね。これ知ってたかですよね。turn up は現れるというやつですよね。で、その後で class has started っていう風に主語動詞来てますから、はい。新しく主語動詞を置くためには接続詞が必要。接続詞になれるのが after ですね。これも全然良いですね。で、語順です。大丈夫ですかそう。これは 略を使っっちゃってますけど10 minutes after the class h a d started ですねこの語順が大事です時間あって after っていうのこれできない人がいまる10 minutes before 何々とか10 minutes after 何々っていうふうに10分前とか10分後っていうところで多くの人がですねやっぱで after 10 minutes とかまあそっちの表現はねパッと出てくるんですよスピーキングとかやっててもこっち苦手ですよね苦手な人が多いのでこっちもちゃんと使えるようにしておきましょう だからクラスが始まって10分後に現れると。大丈夫なんでしょうかね単位ね。そんな遅刻ばっかりしてたらダメですよ。っていうので、この語順、すごく大事え例えば、10 minutes とかもちろん、one hour after だったら1時間後ですよね。one day after だったら1日。まあ、1日後に、ね、クラスが始まって1日後に現れるってそ、それダメでしょうってなっちゃうんですけど、えそういうふうに使ったりとか、あとね、相性のいいものとして、スーンがあるっていうのをです、ね、知らない人が多すぎるので、 これはちゃんとセットフレーズで覚えておいてください。A 時点引けば、o ー n と一緒に出てくるのは after ですかね。The soon after the class has started. です、ね、クラスが始まったらすぐに現れた。ギリ時間守ってないか。っていう感じで、o ー n と after が相性がいいというのは実はすごく重要なんですが、知らない人が多いです。で、これもだからバラバラに覚えてる人も多いですね。10 minutes after, soon after 同じですね。知識はまとめて覚えておいた方がいいんですよ。はい、続いていきますね。 Uh, Don't take 何とか of Mary. She always 何とか、uh, We have visitors っていう風になってますね。で、uh, whenever of n o t i c s any shows <S、uh, まあ動詞になれるキャラクターが微妙にいくつかいて、さらに接続詞になれるキャラクターが whenever ですね。なんで、uh, she always, she って来てるから三人称単数なんで、she noticed じゃおかしいですね。she shows は絶対出る。 はい、こういう考えできるようになってくださいね。こうすることで選択肢一気に絞れますから。で、後ろ We have っていう SV 来てるから、まあどっかには絶対 Whenever っていう接続詞が必要ですね。だこういう風うに選択肢絞っていきますね。あとは表現してリラクションですね。Show off っていうのが自慢するだっていうのを分かっていれば一発で。こっちは Take ノーティスオブっていうう表現ですねそう名詞のノーティスだったんですよ。だから名詞の前に、any ですねほら。否定文と一緒に any って使えるでしょ。だから、don't take any notice of Mary. She always shows off whenever we have visitors. っていうので、まあ、文法で解くことはできるけど、やっぱ show off 知らないとさ、take notice of 知らないとさ、うーんってなっちゃうでしょ。文法でいけるとは思うんですけど、やっぱ表現をしておくっていうのからは逃げないでください。逃げちゃダメだ。 ショーオフ自慢するだから前にね自分のチャンネルに出てたね坂上さんっていう方がね、まあ、英文法苦手で色々とやってた時にすごく思ったことなんですよやっぱ「あショー」って言ったらもう「あ見せるだ」って言ってすぐに名刺探しちゃう。 目的を探しちゃう。それで解けないっていうことが多くて、この show off、見せびらかす。そして、さっき turn up が出てましたね。そこでわざと話さなかったんですけど、show up っていうのもあるじゃないですか。自動して使われてるわけですよ。show off や show up ってね。そう。だから、絶対多動して使われるかって言ったらそんなことないわけですね。だから、自動詞多動詞って、一生懸命分けて覚えるけど、本当は両方持ってるっていう方が圧倒的に多いんですよ。だから、気をつけないといけません。 はい。出しておきましょう。お客さんがいると、自慢しだすってことですね。うん、ははみたいなね。なるわけですよ。don't take any notice ですね。はい。だから、これ、まあ、notice 気づくとか、あとは注意を向けるってことですね。だから、もう、メアリーの方向くんじゃないと。あいつは客が来るたんびにですね、自慢しだしちゃうってね。うん、ん、っていう。まあ、そうですね。ゆうきょう先生とか、ひらさんも収録するときはですね、もう全然だーみたいな感じでだーっているんですけど、女性が来た途端にもういきなり、 すごい。もう、めっちゃ高いものとかつけてね。香水とかシャシャみたいになって。俺金持ちですけど、みたいな。そういう感じになるっていう、そういうことでした。はい。そういうことです。だから文法では解けるし、文法で選択肢を狭めることはできる。でも、表現は知っていきましょう。まあ、そもそも表現知ってた方が圧倒的に早いですからね。という、この考え方を忘れないようにしてください。はい。この動画良かったら、高評価、チャンネル登録、そして、クラウドファンディングも、せい。 同性、公正法性はいとうございうことで始まりました「政治の問題対策講座」第6項かな ?5 項かな今日5月5日なんですけどゴーゴーなんですけどもう覚えてないですわ、はい、今回もですね第6項っぽいな法政の問題をやっていこうと思いますでは行ってみましょうここはソーセージでもなく法政治でもなく ほうせんじですはいどうぞ。If you have any complaints, then tell me なんとか。I can't stand people who say なんとか。 まあ、よくあることですね。はい。人っていうのは悪口を言うものですからね。If you have any complaints, はい、complaints ですね。不平不満っていうやつです。これね、数えられるっていうのがね、結構厄介っぽいですね。加算かな、不加算かなって悩むキャラクターなんですよ、実は。で、え結構知らないのが、これこ上のクラスでもそうなんだけど、この t ですね。if 節おしまいです、主節スタートですっていう時に t って置けるんですよ。 でもこれを、そしてとか、それからって訳しちゃったりする人が結構いて、なんで和訳問題の時気をつけてください。あの、本当この前が何だかわかんないって人いっぱいいるんですよ。で、tell me、文句があるなら、こう言え我慢できねえよ、こいつらにって言ってるわけですけど、そう、わかりません、ね、言えよって言ってるのは、 面と向かって言るよ。to my face ですね。はい。フェイスの方に向かって言えと。ね、だ悪口を目の前にいる人に向かって言えと。さっき、ゆきお先生の悪口言っちゃった。<laughs> いないのに <laughs>。そういえば、前回の動画見てください。ま、悪口じゃない。事実。はい。で、で、I can't stand people. ね。はい。こういう人たちに耐えられないよって言ってる。で、どういう人なのっ言ったら、風情、はい。こうやって言う人たち。 っていうのは目的が必要ですから基本はねだからはいいはい背中の後ろですからだから直接言ってこいと後ろで言ってるのは耐えられないですねそう悪口をいないところで言うねそういう人には耐えられないよ っってていう,ふうに言ってるわけです、まあ、まあまあ気持ちはよくわかりますね。まあ、でもそんな風にはなってないですからね。特にネット上だからね。別の人を装ってやってる人もいっぱいいますもんね。<laughs> まあ特にね、英語業界なんて、英語の先生たちなんて、<laughs> やりましたね。えっと、何の話だったっけあ、Can't、え、Stand、ー、ですね。これ重要です、えー。我慢するっていう表現なんですが、基本的には我慢できないっていう形で使ってください。Can't Stand で覚えてください。 なあだから何でもかんでもライティングに私我慢しましたとかっていうのをね、書いてきたりするわけですよ。I stood とかってね。いやいやいや、立っただから、I stood は。<laughs> もしくは立ってた。そんなややこしくなっちゃうでしょ。じゃ I couldn't stand the situation とかね。はその状況に耐えられなかったっていうような時に使いますので、きちんと cannot と使うんだっていうふうに覚えておくことをお勧めしますよ。はい、文句は。 ね、直接言ってきてください匿名で言ってるやつなんてもうねダメです。そんなのはい暗がって「I don't seem to make any progress it's really beginning to get me down」って言ってますね「来た来た来た」って誰でしょほらなりました?北「北東西南なりました?」 なったでしょうこれだからやったわけですよそういうことだったのかと思ったねそうよく出るんだってことが分かったね、まあ、しかも今回愛とスタディーまで合体させてくれるなんて優しい SV までやってくれてるじゃないそうです2度目ですねはいよく出るんですよ No matter how で後ろが形容詞副詞ですはい Hard っていう副詞を置いといてやってくださいね No matter how hard I study どんだけ一生懸命勉強しても。だ普通の語順だったら、I study hard ですね。それが前に hard が出てきて、no matter how hard っていう風になるわけですよ。はい。これめちゃくちゃ狙われるってやりましたね。前にやったよね。no matter how talented you are だったかな。はい。やったと思いますが、あれと同じですね。だできなきゃいけない。で、はい。no matter how 一語で言うと何でしたかその時もやったね。そう、however hard, however hard I study. っていいう,うになるわけですすねねじゃあ続いて確認します、ね、この Hard なんですけどこれ副詞ですからね,ねこれ形容詞だと思ってる人がすごく多くて間違いがすごいんですよえどういうことって言ったらこれ中学校の時はできるわけじゃないですか中学校の時はできるのに高校になっちゃうとあハ Hard 硬い難しいだあ副詞にしなきゃアイスタディ アドゥイって書く人が超多い。これ上のクラスでもめちゃくちゃよくある間違いですね。これ違うぜ。これでほとんど勉強しないになっちゃいますね。<laughs> それじゃダメですそう、こういう間違いが超多い。 これ、中学校でできたのに、新しいことを習ったら、急にできなくなってしまうっていうね。こういうことって本当によくあるんですけど、それの一番よくある例です、ね。Hardly っていうのを覚えた途端に、I study hard すらできなくなっちゃう。だから気をつけてくださいね。はい <laughs> ハード形容詞だってってね。なっちゃダメ。人生、ハードモードでさ、そんなの。<laughs> はい、で、I don't seem to make any progress. make progress ね。はい。進歩するってやつ。めちゃめちゃ大事ですね。seem to do だか、らなんとかのようだ。ね。進歩してないようだって言ってるわけで、ね。で、progress が深さ名詞っていうのもよく出ます。progresses とかにしないでね。it's really beginning to get me down ですね。はい。get 人 down で、がっかりさせるというか、落ち込ませるみたいな感じです、ね、ダウンさせるんですよ。get me down はぁ。 ね、でどんだけ勉強しても、できるようにならないよ、もうやだよっていう文ですね。すごいですね、法政大学。なんでこんなネガティブな文をね、一生懸命解いてる人たちに、うわ <laughs> 私のことだってね、メンタル的にね、ハードモードにさせるんでしょうね、はい。そうならないように頑張ってください。英語なんて言葉なんだ。やれば誰だってできるように。あ はい、続いていきましょう。は one more time。と、was, I, all, to, see, wanted。はい、来たね。こういう問題よく出ますね。ほんともうお決まりですよ。普通にいとこうとすると、えー、was、動詞来た、I 来た、I was, game over ってですね。はい、そうなっちゃいけません。まず、wanted ですね。そう、動詞に注目した方がいいってよく言いますけど、wanted が動詞でしょ。 で、こいつ、欲しいんですよ。欲しがるものって言ったら、そう、生き物ですよ、欲しがるのはね。だから、I want it っていうのはできなきゃダメです。ここ、つながんないと。私が欲しかったってならなきゃいけない。で、わざわざじゃあどうするんですか三人称のものを必要じゃないですかそうですね。だ、この、お っってていいいうのをちゃゃんと使ってやらなきゃいけなきけけわでですよでここで2パターンの可能性が出てきちゃうんで all I wanted to see って作った人と all I wanted っていう風に作った人2つのパターンいると思うんですよでも使い方で1個にしかならないですねえー、とこ,したらこっちです All、I、wanted was I こっちですね これが正解ですえ、ちょっと待って、All I wanted to see was her はどうなんですかそれでもいいんじゃないですか私が見たかったものは彼女ってもいいんじゃないですかまあ確かにそれを言えるけど、でもほら、One more time ってついてるから。w a s, <laughs> <S was her, one more time って意味わかんないので。もう一回の彼女になっちゃいますね。そうじゃない。ちゃんと彼女をもう一度見ることにしないとだめですね。One more time は C にかかっていらないといけない,、はい。だから答えはこれしかないですね。で、 できる人ははいはいはいこんなの余裕でできるようなんですけど、えー、難しいって思う人はこれですねこれ私が欲しがったすべてのことは彼女をもう一度見ることですって言ってますねはいこういうふうになってるわけですよで私が欲しがったすべてのことは彼女をもう一回見ることですってことはもう一回だけ合わせてくれ っていうことですね。もうそれが全てその望むことの全てってことは、だもうこれだけはお願いします。ということですね。これだけはやらせていただけませんか彼女にもう一回だけ合わせてください。っていう文なわけですね。だからこういう、all you have to do とかね、イディオムで覚えちゃってる人いっぱいいますね。ねそう、so、all you have to do is study English とかね、はい、英語を勉強することだけやんなさい。 っていう風にねあなたがやらなきゃいけないすべてのことは英語を勉強することですそう。あれをイディオムとして覚えるんじゃなくて、ちゃんとこういう別の形になってきてもできるようにしておくのが大事ですね。はい。はい、で、次はもう,もうお茶の子さいさいですよ。はい。あなたの知ってる表現でパッとできますね。He can speak なんとか Chinese and Korean っていう風に書いてますね。But also French only not もうほぼほぼ答え書いてあるじゃん、これ。そうです。これでは余裕でできたでしょ。He can speak not only 関西 <noise> but also 京湾 in 韓国語という形ですねはいこれはもう簡単ですね not only a but also b っていうわけですね5関西話しますか韓国語ハすス一緒よ言ってみました、はい、で一発で 主要ですね。はい。これが分かっていれば一発っていう問題でした。まあ、のとおり A、バ u t a l ル o B っていうやつですね。まあ、他にも、オール層の代わりに、アズベルなんていう形で出題されることもあるので、こっちもちゃんと覚えておいてください。そ、so、う、well,、アズベル、t w o TOO の two の意味だよね。なんとかも、またってやつです。これ意外と知らない人多いので、本当にちゃんと押さえておかなきゃいけません。はい。どうことでした 今回も皆さんの実力やっぱりね英文法を使えればバット選択肢を絞ることはできますでもやっぱり表現知ってれば一発です表現をきちんと覚えていくっていうことも忘れないでくださいはいこの動画よかったら Not only 高評価 but also チャンネル登録っていうことですねはいあそしてクラウドファンディングも忘れずに Not only give us thumbs up but also subscribe to this channel see you next time では、はい、始まりました政治問題対策講座ですねはい今回はですねこのゴロゴデットさんに引っ越しして初めての講座になりますので、はい、それではやっていきたいと思います今回からですね中央大学の問題をやっていきたいと思いますはいでは見ますね説問次の日本文とほぼ同じ意味になるように括弧内の語句を並べ替えて英文を完成させるとき括弧の中で2番目と5番目に来るものを選びその番号をマークしなさいと いつも通り番号にはあんまりねとらわれずにきちんと並べ替えしながらやっていきましょうはいそれではいきたいと思います早速1問目です人はしばしばするべきことをしないままにしておくうんその通りで、ね、すしばしばとかねはい堅苦しい表現ですが people often ですね people often の後が空欄になってて to day undone what u t leave do という形になってますねこれはまあ他のパターンも考えられるんですが っていうのをこれ後ろに置くことによって1パターンしかならないようにしてますねこれがやっぱりね前から言ってきているですねいろんな講座で言っていることの回収というかね伏線の回収になりますねやっとそうなんですよはいでは作っていきますねまあ people っていうまず主語がいるんで動詞が必ず後ろに出てくるはずだっていうのはわかりますねで動詞はどれっていうのを考えた時にこの中にあるのはさあどれですか そう「Leave」っていうのがありますねなんでこいつは使わなきゃいけないで,すでまあ or to leave っていう形で使うのかそれともただただ「Leave」って置くのかっていうわけですがしないままにしておくっていういつものことを表しますね習慣ですから現在形ですはいいつものことを表します、うん、であとわかることっていえばそうそうそう「day」ですねこれいつも注目しようって言いましたね代名詞「day」は何書くはい 主格ですよ大丈夫ですね何か12345角じゃないですかねはいで動詞ははいそうもうドが合いますねで残っているのを考えれば分かりますねそう動詞があってでこっちの方にするべきことですから追うっていうねってなってではい主語動詞2個ありました必要なのはそう接続詞や関係詞だから必ず間に出てくるっていうの分かります うん、この関係性がきちんとつかむことできますねで残ったものですよそう1個だけあれあれあれ暗ン,ンっていう謎のものがいるじゃないですかそうなんですよこいつどうすりゃいいのってなるわけなんですがそう暗ン,ンをアンターはここに置くことができましたかってやつですはいこれがやっぱりですねニットを駒線まででこういう政治問題っていうのはほぼ見ないでもやっぱマーチ総慶だとこういうパターンも出題されるので気をつけなきゃいけないです はい、それってどういうことって言うと、ワットの塊っていうのは、全体でそうそう、名詞の塊になるやつですね。これ、塊全体で名詞になるんですよ。はい、だからここに一個名詞があるっていう風に見えなきゃいけない。で、それが分かると、リーグがあって、アンダンっていうのがここにあるんだけど、そうです。目的語は、名詞ですから、アンダンって名詞なわけないですね。これ、ダンですからね。こいつ、形容詞的な役割のはずなんですよ。そう、だ目的語はこっち。ワットの塊で、 そういういことですじゃあこいつはを保護になるんですね。People leave what they are t o do undone っていうのの語順が変わってるんですよ。そうだ、統治されてるんですよ、こいつって。この統治、いわゆる SVOC が SVCO になってるってやつなんですね。でこんなのえ習ってないっすよ、知らないっすよ。まあ、なんか undone って言ってるから、してないんだろうなっていうの分かります。意味も分かります,すべきことを しないいままんまにするはい、リーブ OC、OC のままにする、知ってるよ、でもこんな風になるなんて分かってないですよ、どうしてこんな風になるんですか、はい理由がありますね、統治される理由はそう 英語は長いものを後ろに置くからですね。これを口酸っぱくいろんな授業で言ってきてるんですけど、出るんですよ、ちゃんとこういうふうに。出題されますから。だからこれ、leave what they ought to do undone でもいいんですよ。いいけど、そうすると、道が長々ですね。道長になっちゃうんですよ、このね。こういう、こういう生き物になって、これダ,ダ,ダメなんですよ、この。英語はすごく気持ち悪い。だから、なるべく、し、あ、間違えたどう長くし。<laughs> 胴は短くくを長くするこれが英語としては理想の形なんですよ。だからこういった統治が起こってますね。こういったものは問われたりするので、銅が長い、目的語が長くて、保護が最後にポコッとついてるっていうのは SV、おーすいみたいなのはダメなんです。 それだったら、s v c o にしないといけないわけなんですね。はい、ちゃんとこのことは知っておいてください。はい、するべきことをしないままにしておく。よくわかります。ね、今、平さんが耳を、あーっと言ってます、こって。<laughs> 彼の成績は以前よりもいい。まあ、この問題はそこまで難しくないです。難しくないんだけれども、すごく重要だし、英作文で使えてほしい表現なんですよこれ、全然使えない、みんな。 はい、grades ってきてますねまずこいつが主語 g r グレイズ、成績ね S つけてください、グレイズですからね、グレイドっていうのはほら段階です、ね、グラジュア l とかね、段階を示している成績のことです。で、え見ると、はいラッキーですね、R がいらっしゃるじゃないですか、はいでさらに、they もいらっしゃいますね、もうほら B 同士もいて、代名詞もいる、ラッキー、クッキー、八代わけですよ、はいなんで、もうここは一発で解けないとダメですね。うん 同じように SV が、まあ、ここに B もいるからね、SV2 個、こっちの後ろに Z は絶対いるはずですけど、2個あって、間に接続詞。はい、同じパターンですね。だから簡単。今の方がいいんですから、今がいいんです。Grades are better、はい。今の方がいいよ。で、ダンっていうのは、こいつは接続詞ですからね。これ知らない人すごく多いんですけど、接続詞として使えるので、後ろに主語同士置けます。 で、dan.used to be っていう表現になりますね。はい。これで今のグレイズと過去のグレイズを比べてますね。で、過去のグレイズと比べて今の方がいいんだっていう表現。で、だから以前よりっていうのが出てきたときに、こういう風に使えるんですよ。they used to.b 同士なんで今回で used to be ですね。 なのでこういう表現使うことができますのでぜひ知っておいてください環境がね、えー、以前より悪いとかっていう時に The environment is worse than it used to be とかって言えるわけですね いろんな表現の幅広がりますから使えるようになってください英作文がパワーアップしますから過去と現在を比べるって英作文めちゃくちゃよく出るで比較を使うのはまあ日本人苦手なんですけどそう英作文まあ見てみればわかると思うんですけどいろんな英語の長文にしたってネイティブスピーカー対比で書くこと非常に多いんですよだこの対比の表現っていうのは使えるようにしておきましょうだから入れましたこの問題簡単だったけど はい次、えー。頑固者と仲良くするのは難しいです。そりゃそうでしょうね。はい、間違いないと思います。It is not to get stubborn along difficult ways. まあこれは表現していれば一発でいけたし、さらに、It is いますからね。It is できてるんで、はい、いきましたね。It is difficult to get stubborn ways 仲良くする get along ways ですね。 で頑固な人スタボン、キポっていうふうにやっていれば、これは一発でいけたと思います。はい、一発で構文ですね。まあそれはあるよね、頑固な人は大変です。これまだゆきよ先生とかね、あずさ先生、平さんとかね、頑固じゃないから。 やっていくのが楽なんです。変な飯食ってめちゃめちゃ匂いが <laughs> 広がってう、う <laughs> わって気持ち悪いなんかやってますけどね。何を食べたの <laughs> せんべいの匂いがすごいんだけど今。唐揚げ君のハッピーターン味。あ、唐揚げ君のハッピーターン味だったんですね。<laughs> もう。平 <laughs> さんはハッピーかもしれない。こっちはアンハッピーターンですよ、こっちは。あの、<laughs> 気持ち悪い<の>。<laughs> <こ>スタボーンっていうのが、この頑固な人ですね。アウスティナットとかね。ちょっと難しい表現もありますが。まあこのパターンで出る場合と、イットテクオと、もう一個ですね、タフ構文って習ってる人いないですかそれで 書き換えなさいとかってよく出てきたりしますけどそうこっちですねこの s t ー b on people の方を主語にして書くやつこっちもよく問われますねじゃ略語使っちゃいますけどはいこっち見たことないですか s t ー b on people are difficult to get along with っていうやつねここだねそう to 不停止の塊が欠けててで目的はないですね get along with の仲良くやっていくで誰とっ,つったらそれが 集合に来ててるよっていうやつです、はい、これがタフ構文と呼ばれるやつですね集合 SVC の C の位置に難しいとか簡単っていう形容詞がくるやつですね、はい、でまあこういう風に言い換えられるよってよく習うやつですねでこっちはほら目的語が書けるんですよ 王がない状況王内さんな状況はですね怒ってしまうので出やすいほら普通じゃない構文出したいんですよ統治とかって普通じゃないじゃないですかそういう風に入試って普通じゃないやつを聞きたいんですよこれも目的を欠けるっていう謎の状況が起こっちゃうので出したいんですよ違いとしてはどういうのっていうと一応まあ大学入試までで知っておく必要はないんですけど下はスタボーンな人たち頑固な人たちと仲良くするのは難しいです っってていいうのを言ってるるけ仲良くすることが難しいっていうそれに対して上っていうのはもうスタボーな人たち頑固な人たちってこういうのなんだよっていう感じです頑固な人たちの特徴っていうかそういうのを表した分になります仲良くするのが難しいのがもう頑固な人たちなんだ っていうようよな感じでここには「優しい」とか「ねまあ、簡単」ですね簡単とか「難しい」っていう「easy」とかね「hard」とかそういった表現が来ることが多いのではいぜひどちらの公文でも対応できるようにしておきましょうはい続いて、えー、彼は事業の失敗の責任が彼女にあると主張した。 厄介な奴ばっかりですね。出てくるのね。頑固だったりね。責任転嫁したりね。<laughs> はい。で、ヒンセステッ、なんとかって来てますね。はい。まあ、インセスト来た時点で、えー、誤報考えましょう。インセスト、ザッと SV 原型来るかなっていうね。あの場合は主張するでなく、ちなみに要求するって意味ですからね。でもそれないですね。ザッと SV 来てない。じゃなにそう。インセストオンですよね。こいつ来てるだろうっていうふうに思います。はい。こうだと主張しましたよ。なんて言ったのそこで、ああ、知ってる。 責任持つとかって、ベアに意味があるって言って、そこに飛びついちゃダメですよ。insisted on bearing って言って、ベア h と r e s p o n s i b i l i t y でしょ、責任があるでしょって言ったら、彼女に責任があるんじゃなくて、彼に責任があるになっちゃうんですかね。それだらダメです。彼女に責任があるっていうには、そうです意味上の主語です。置いてやってください。彼女が責任を持ってるよ。 responsibility for、はい、be responsible for の時もそうです、ね、責任があるって相性がいいですねでこうやってやれば意味上の主語は彼女ですか彼女が責任を持っているよ何の責任って言ったら the fear of their business ね。はい、彼らのビジネスの失敗の責任を持ってるよっていう風になりますはい、意味上の主語を通ってくる問題でしたやっぱりマーチレベルの並べ替えって感じがしますね なななのででこのレベルができるようになっておかないとダメです基礎やったけどその基礎プラスアルファみたいなのがやっぱりマーチですね、うん、マーチ受かる人たちは対応できますで総家になったらまた全然違いますこれよりもより難しくなってくるっていう感じですだからさ、まあ、インセストオン・ ING は習ってる でも、意味上の主語までちゃんとわかるかっていうのがポイントだったわけですね。で、bear にはそうです。こういうふうに、持つとか、担うっていう意味があるので、そちらもちゃんと覚えておいてください。産むとかね。そうなんか、持ってる、キャリーしてるっていうイメージを持っとくといいですよ。そうすると、担っているっていう、そもそも担う。負荷のことを、burden って言いますね。そう、だから同じ語源ですから、これね。担っているよっていうので、そこから責任を担う。bear the responsibility なんていうことができます。 まあ、もっと難しい表現だったら、assume とかね、assume the responsibility なんていうのもあったりしますね、take on the responsibility なんていうのも言えたりします。bear っていうと、そうそう、クマさんがお感じしますね。クマさんはあれ別語源です。クマさんの bear は、これとかのね、brown とか、それと同じよう。で、わせだ、わせだといえばクマさんですが、あれはこっちです。brown の方から来てる bear になるんですね。 はいといとう感じですどうだったでしょうかやっぱりマーチっていうのは基礎なんだけどもやっぱりそれを一歩先へ行ったような問題がよく出てくるっていうのは分かったんじゃないかなと思いますはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いします はい今回は中央大学の2回目ですね今回は学部違うんです次の各日本文とほぼ同じ意味になるように括弧内の語句を並べ替えて英文を完成させるとき括弧の中で2番目と5番目に来るものを選びその番号をマークしなさいっていう説、ね、問は同じなんですけどね、はい、ちょっとなんか見た目が違うってうですね2番目とか5番目にとらわれずにちゃんと並べ替えます猛吹雪のせいで橋の向こう側が見えなくなっただなんとか To うメ u made a blizzard it seem impossible the other end of the bridge ってなっててなますね。さあ、まず動詞ははい、そうですね make がありますねはい、ではこいつを使うとメイドがあるとで、えー、さらにはまあ c っていうのがあるけどさあこの c をどうやって置いてやりますかわかりましたそうですね主語を考えた時に1と置けないわけですよだってもう the が来てるからねだから名詞を置かなきゃいけないで、名詞って言えばもう blizzard しかないわけだから ブリザードがこうしたその日本語訳の方は見えなくなったって来てるんですけど猛吹雪のせいで見えなくなったって来てるんだけど英語は猛吹雪が見えなくしたっていうふうにしてるわけですねここねそうだこれ無生物主語公文とかってね習った人もいると思うんですけどそうです狙われやすいんですよこういうのってで超スーパー出やすいはい i t to 公文が お腹の位置に入るってやつブリザードグこうしたよで前回のところで1と2項目はやったと思うんですが「だイ,ティイズ何何っていうのはできる人が多いんですでもそれが間に入ってくるこれが苦手な人がすごく多いのでだから並べ替え問題は品質です並べ替え問題でいつもなんか問題作ってくださいって言われた時に私が作るのは この make it, なんとか to do の形。もしくは find it, なんとか to do の構文ですね。こうするのが難しいと分かったとか不可能だと分かったとかね。でこの二つのパターンがむちゃくちゃよく出るんですよ。超品質なんで。なので知らなかった人はぜひ覚えておいてください,、はい。ブリザードがこれを不可能にしました。だからもう make it impossible to とかっていうので覚えても構いません。はい、で、see the other end of the bridge. ブリッジの反対側を見るのを不可能にした。 じゃあもしこれが私たちが反対側を見るのを不可能にしただったらどうなりんですか、うん、吹雪のせいで私たちは橋の向こう側が見えなくなっただったらどう変えればいいですかここに何か足してやってくださいはいそうですねその場合はここに For Us とかっていうのを入れてやればいいですねでだか ItForToo 構文がお腹にあるやつなんていうのもよく出てくるので知っておいてくださいもうこれ超品質なんで ぜひ覚えておきましょうはい次ですあなたのボディーランゲージはあなたが言いたいことと一致していません <laughs> どういう状況なんだそれお前のことが好きだとかですかどういう状況なんだろうなう分かんない,いやボラクは全然何もやってないですみたいな感じ分かんないですかはい Your body l a n ンゲージ e たつななんとかって言ってますね ああ、動詞になるやつが、Agree と Me 2個ありますね。はい、厄介なキャラクターですが。ああ、なるほど。ボディーラングイッチが意味してないとかっていう風にくっつけちゃったりするかな。はい、それしちゃダメですね。はい。で、まあ、後ろにさらに動詞が出てくるんで、What が来てますね。はいで。ここですね、厄介ですね。さあ、どうしますそう。これは、 一致するのはアグリ e ベースですね。これを知ってたかどうかっていうのがだいぶ大事なんですね。で、what?what what you mean to say っていう mean to do 知ってました。これ知らないときにですね。こうしたいと思うっていうね。意図するっていうやつですね。で、what は塊全体で何でしたそう、名詞でしたよね。だからあなたが 言いたいと思っていること伝えたいと思っていることとバーディーランゲッチが一致してないよって意味ですそう agree with にはこういう意味があるので気をつけてくださいただただ賛同するみたいなねああいうので覚えてる人多いと思うんですけどそれだけじゃマーチレベルにはいかないですじゃあ I agree with you みたいな形であなたと同意見ですって意味ですね With the opinion とかねその意見に一致します同じ意見ですって意味ですね。あれね。Agree with the idea っていうのは、そのアイディアと同じ意見ですよ。ね、同じ考えですよっていう意味ですからね。あの、Agree with は。あの間違いないで、ね、あのよくあるのは、Agree to ですね。Agree to the proposal とかね。そのプロポーザルと同じじゃないですね。提案を飲みますって意味ですね。はい、その提案通り私それやりますよっていう意味は、Agree to。 ごっちゃになってる人多いですけど、はい、それだけじゃなくてですねこういったものでも出題されるので気をつけてくださいだあとは This doesn't agree with me とかねなんかご飯とかね食べ物があってあ私には合わないですとかね気候 This climate doesn't agree with me とかねはこの気候は私には合わないですとかっていうそういう時には agree with って出てくるのでこちらも知っておきましょうそうだこれがマーチレベルなんですよわかりました 2と駒線までとはちょっと違う。なんでバカバカ間違えていっちゃう人が出てくるのか。そう、こういう一歩先の問題が出てくるからなんですね。はい。わかりました <noise> はい。続いていきますねえ。学校でのいじめの影響がどれくらい続くのかはまだはっきりしていない。すごい文ですね。なんでこんなものを出題するのかね。ちょっとわかんないんですけど。 まあ、ネガティブな問題多いですからね。で、えー、l s t をなんとかっていうですね、そう、ここもやっぱりマーチレベルですね。はいはいはい、こういうとこ通っていくんだなって思います。で SV あって、はい、形容詞来て、そう、アンクリアですね。はい。で、この後は、そうそうそう、覚えてましたいろんなね、今まで習ってきたことを、この講座でやってきたこと、連動してますからね、ちゃんとそこの知識使ってください。いっ と」「いつ」なんとかって出てきた場合にこの「it は疑問詞その塊させますからね「so, it と」「that」だけしか知らないとか「it と」「to」しか知らないじゃダメなんですよ他の塊だってさせるから「how」のこの塊を「いつ」「is still unclear?「how」って言ってさすわけなんですがさあこの中完成させてどうしますかそうこれもやりましたね「so, how talented」とかね そういった形でやりましたけどね。how hard もやったね。そう、前に引っ張られてくる。how。めっちゃ大事ってやりましたね。でまあ、how long っていう形は聞いたことある人が多いので、そんなに困ったことはなかったかなと思いますね。how long?effects of bullying ですね。はい、いじめ。at school last。同習のラストですね。 このラストもよく問われるので知っておいてくださいねはいということでいじめの影響がどれぐらいの長さ続くかっていうのは UNCLEAR ですっていうねこの「IT」が指してるまあ書いちゃうかじゃあスティル飛ばしちゃいますねはいこれが「IT」がこの「How」の塊を指してるっていうパターンです 後ろに置けるのが t ゥ o とか THAT 説っていうのしか知らないのはやっぱそこじゃ戦えないですよ上のレベルではなんでどんだけそのいじめの影響がね続くかっていうのは分かりませんというですねまあいつの時代も当てはまりそうな内容ですねはい北から南までこの動画が流れてる年もいっぱいありましたねはい次です 私たちの国が夢の叶うところだと考えたのは私たちだけではなかったどういうことだダメだったってことがここだったらきっと夢が叶うんじゃないかって思ってたけど実際は無理だったアメリカンドリームとは何みたいなそういうことですかなんか悲観的な文章が多いな、ね、本当に牛問題ってねはい w h e r e not? なんとか Our country alone is where thinking that and dreams come true っていうふうになってますねさあどれですか で、はい、そうです。私たちだけじゃなかったよ。We're not alone. ですね。We're not alone. ですね。私たちだけじゃなかった。何がって言って、まあ、考えられるとは思うんですよ。結構できたかなと思うんですけど、組み立ててったらできちゃったよ、これっていうのはあると思うんですけど、ですね。私たちの country is っていうふうに絶対つながるはずですから、いつ来てるからね。はい。夢が叶う。ですね。our country is where? Dreams come true ね、はい夢がかなどリーカブですね。なんですが、そう、ここですね、前の、ここの部分。これできました In thinking that っていうね。で、ああ、知ってる知ってる、組み立ててったらこれになったよって。まあまあまあ、それでもいいです。それでもいいんですけど、実は結構ね、この alone と in って使うの知ってましたこれ知らない人が多いんじゃないかな。 We're not alone in ですね。こうする。まあ、ING とか来て、こうするので私たちだけだと。こうするのはこの人たちだけです。とか。ね。we are not, not がついていること結構多いね。だから we are not alone in thinking っったら考えているのは私たちだけではなかったとかっていうふうに使うやつです。どう考えているのって言ったら私たちの country がこういう国だと考えている。そういうのは私たちだけではなかったですよって。これは知らない人多いので。 であとは、アローンは、名詞の後ろに置かれるアローンは、しょっちゅう食らない。宗家でもしょっちゅう食らない。これだけっていうので、高知就職みたいな形ですねでよく出題されるので、知っておいてください。This country alone とかね。This theory alone とかね。 ありますのでぜひこの辺のでここ辺とも押ささえてておいいいくださいはい、今回も結構レベルの高いことを学ぶことできましたからこういうのねあそうだったんだっていうねいろんな知識身についたと思いますのでぜひ役立ったと思ったら高評価そしてチャンネル登録そしてクラウドファンディングのご支援もよろしくお願いいたします。 題題始まりまりしたさあ正常問題対策講座ですね今回はですね、文章中の正常になりますね。まあ今までは一文あってとか、まあ短いやつでしたよね。それを使ってやってたんですが、長い文章を今回はやっていきたいと思います。はい、それではいきますね。 次の26から30、まあ、番号は気にしないでください、はい、の英文を完成させるように括弧内の1から7を並べ替えその夏の中で4番目に来る語句の番号を選びなさいえ米印のついた5にはノーツがありますとで、日本大学の問題になりますはい。で、もうノーツは先に載っけておきましたここエアウェイ軌、ね、道のことですね空気が通る道でキャジュオティー、はい、負傷者ま難、あ、関大学だったらまあ知っておいてもいいですまあ、新聞読んでるばしょっちゅう出てくるんで はい、で次が、まあ、これは知らないですね、蘇生ですね、またなんです、ねえー、また立つ、また支えるですけどっていうのが出てきます。はいまあ、こんだけ見てもね、なんかちょっと医療系っぽいなっていうのは分かりますね。では、どんどんいきますね。うん それぞれのですね段落に1個ずつ並べ替え問題がくっついてます今までやってきたのと違うのは文脈がありますのでその文脈を使ったりとか前後の文章ですね書いてある文の形をヒントにしたりすることができるのが違いですただ今まで習ったようなね解き方自体は使っていきますので役立ててくださいねはい、では行きましょう quick and correct action in a medical emergency can save lives そうですね、早くて正しいアクションをですね、医療の研究自体に使ってやることをですね、そういった行動をすることによって命を救うことができますよって言ってます。However, most people do not have medical training. はい、メディカルトレーニングをしたことがないですね。持ってないですね。やったことあります多くの人やったことないよね。And the assistance なんとか って書いてあって、First Aid と言ってますね。First Aid 聞いたことありますかねあの緊急事態の時にね、最初にこう応急処置してやることですね。最初の助けっていうまあこれをそのままやっちゃってもいいし、まあ、一応文脈ありますので呼びますね。This consists of five stages。ね、はい、これは five stages があるよと言ってます。まあこの First Aid の5つのステージですね。Uh, Safety, Response, Airway. And circulation ですねまあ、別にここをしっかり分かんなくてもねあ安全だなとか反応あるかなとかですねあ呼吸してるかなとかですね軌道確保とかって習いましたね呼吸してるかなって言って血液ですねサーキュレーションあサークルは回るですけど まあお金とかもいろいろありますけど、この血が回るのもサーキュレーションですので、はい、まあそういったことを知らなくても一応解くことは可能ですね。はい、じゃあ文法を見ていきましょう。The assistance っていうのがあって、で選択肢を見ると、it's called, it's limited, is、はい、はめちゃくちゃ大きなヒントだって言いますね。で、それが2個ありますから、はい、まあおなじみの接続詞関係詞さんが出てくるんだろうなと思います。で、さらに can と give がありますよ。はい、厄介ですね。 だってまだ動詞出てくる。そう。言いますね。動詞がたくさん出てくるやつっていうのが厄介なんですよ。これはよく出てくるんですよ。並べ替えでは。で、さらに、で、あ、来た !B 動詞のヒントにさらに、イっていう代名詞のヒントがありますね。イっていうのは必ず主語になるし、そして複数ですね。だから、イ is っていうのはあり得ないわけですね。そうすると、 で、The y can っていうのが出てきますね。そうすると。で、さらに、わかるじゃないはい。can の後ろはどうしの原型ですね。is は置けないでしょ。原型じゃないから。はい。だから、they can give っていうのも出てきます。で、to があって、what があって、はいはいはい。what 覚えてますね。これ、接続詞的な役割できますね。関係代名詞っていうやつなんですが。で、今回は、そうです。もう気づいてますね。そう。what is called っていうのを使っていれば、いわゆる、 っていうね、それで片付けることできるし be limited to ですね。これに限られるとかっていうのを知っていれば簡単に答えを出すことができます。はい。まずは、uh, the assistance they can give ね。はい。people ですね。人々。人々が与えることのできるア s ス s t a タンスが限られているよういわゆる ファーストエイドにって言ってます。ちょっと FA にしちゃいますけど。っていう形が見えたかどうかです。だまあ文脈があるので分かりやすいんですよ。However っていうのもあったりとか。ですけど、今まで習ったように文法事項でもバーンと区切れましたね。バーンと、こう、Assistance って書いて、They can give。ああ、はいはいはい、この Give の目的語ないから、やりましたよね。そう,そうそう、関係代名詞の目的語の省略だって分かるんで、The Assistance which they can give is limited to、ね。はい 限られる。to っていうのは制限と相性がいい。こっからここまでだよっていう範囲ですね。go to っていうのはそこに行く。そこに行くって、ここはここに範囲ができる。from a to b, a から b までって言ったら、こっからここまでっていう範囲がある。だから、制限するっていうのと相性がいいわけですよ。l i m e to これに限られますよ。で、what is called ね。はい。まあ、これでもうセットフレーズだと思っちゃっていいですね。こうと呼ばれる。first aid と呼ばれるものに限られます。 でまあ、これででと考えても別に構いいまませんはい、できましたかでこれがうわ難しいと思ったかああ簡単って思えたかどうかってことですよ。もちろんこれ尊敬レベルの人たちはじゃあ,あ,あ簡単っていうふうに解くわけですね。でも日大っていうのはそんなに優しいものじゃないです。普通の高校普通の勉強っていうのでやるとむちゃくちゃ難しく感じる問題なんです。いきます。 The three aims of first aid are to preserve life, prevent further injury, and promote recovery. ですね。Three aims. First aid. There are three aims. The first one is preserve life. Yes, life. To save. To save. prevent further injury. To prevent further And promote recovery. To recovery. These are the three As soon as an emergency occurs, the safety of others must be ensured. ね、他の人たちのセーフティっていうのがちゃんと確実になるようにしとかなきゃいけない。also さらに。the t same up the accident must be surveyed for anything dangerous って書いてました。あ、survey。はい。まあ普通ほらアンケート調査なんていうのをよく使うって言いましたけど。こういうふうに普通に調査するみたいな意味で、ここでは当時はこの survey ってさあっていうのは上ですね。オーバー。 いや they っていうのは見るですね。あのビジュアルとかと同じ。だからスーパーバイズと同じ貢献ですね。スーパーバイズも、ねはい、上から見るなんで。で、危険なものがないかですね、はい。anything なんで後ろから dangerous かかってますね。これ大丈夫ですね。とそのアクシデントのシーンがもう危険なものないかっていうふうにちゃんと見られなきゃいけないよって言って。で、this may include oncoming traffic。こうやってくるトラフィックのこと、oncoming って言いますね。oncoming traffic, fire, exposed the power lines, or unstable structures。で、exposed っていうのは外に出ちゃってる。 外に置かれるだからパワーラインズがこう出ちゃってる状況ですね電線がこう出ちゃってる状況そしてアンステイ b ルですね安定しないストラクチ t u r っていうのは建物ですね構造って覚えてる人多いですけど建物って意味がありますでこれらは具体例なんで実は読解とかでね関係ない場合はぶっ飛ばして呼びなさいってよく言うやつです、はい、分かんなくても別にいいでしょう細かいとこまではで i s a general rule はいルールだよって言って that casualties なんとかっていうふうになってますはいこれがルールです 一般的なルール何がこのザット以下が一般的なルールだよっていう風に言ってますでこの中を完成させる一応続き読んでおくと moving an injured person can cause even greater injury than the initial accident cause ね。もともとのアクシデントが起こしたよりもより一層ですねイーブンついてるより一層大きな怪我っていうのを引き起こすかもしんないよって言ってるわけですねこの怪我してる人を 動かすすここととによよよよっっててりり一層怪我がくくななちゃうなんてことはあるよ、まあよくあるままねでアクセントですね。これね。インジュリーとかインジューですね。この I のとこにアクセントがあるっていうのも大事ですからね。これアクセント問題品質です。では、組み立てていきましょう。はい、まず、カジルティーズね。負傷した人っていうのはさっきあったよね。で、その後ろを作ってやれば OK。 で、選択肢見ると、はい。unless it not moved, be, should, is っていう風に書いてあって、あー、is lucky ですね。で、さらに b 同士、こっちにもいますね。そう、これ、そうやって選べるところにしてくれてるんですよ。だって、is は必ず主語は単数形でしょ。casualties っていう s ついてますから、ここにはくっつかないでしょ。だから、こっちに should 側が来るんですよ。で、should be ほら、ラッキーですね。casualties か should be。で、じゃあ、is の主語はドイツだって言った場合、残っているのはもう it しかないから、 it is っていう形が出てくる。で、主語、動詞が2つあるってことは、間に接続詞、関係詞必要ですから、unless ここに入るよ。こうしない限りはね、もしこうじゃなかったらねってやつね。で、残ったのは、はい、absolutely essential がこっちになると。はい、it is essential ですね。はい、で、a move とかあって、はい、あとは意味ですね。not を should not be にするのか、it is not essential にするのか、どっちですかって言ったら、もちろん意味でわかりますね。こっちが not ですね。 動かすべきじゃないよ負傷者はもうそれが必要不可欠な時を除いてはねっていういうになるわけですよ。こうい,い,いう風うに、ね、やっぱり文法で絞ってで最後に意味でやんなきゃいけないところはやるっていう風にやっとくといいと思います。 After ensuring the safety of the situation, ちゃんと状況が安全だよっていうのを確保したら、It is important to find out as much as possible about the casualty's condition. <S 負傷者の状況、状態っていうのを、もうできる限りわかるようにすると、As much as possible ですかね。で、by asking him or her simple questions about how he or she feels。でもこの辺がね、やっぱね、長い分になるともうわかんないって人多いんですけど、simple question of those と。 で、どういうふうに感じているか、つまり大丈夫ですかってことですね。で、もう一個が、バイプラアインの人形2個ですね。by looking for signs of injuries、ね。はい、けがの兆候、サイン、ね。っていうのを見て。で、それで確認すると、あ、これ大丈夫かな、大丈夫かなって見てる。で、these may be external bleeding, broken limbs, or other physical indications. が好きですねいっぱい書いてくれてる。はい。エクスターリアは外ですね。外で、ブリーディング、ブラッドと似てますね、スペルね。はい。そうです。だから血が流れてるよ。で、レムはこれ前に出てきてますね。解釈のところでやりましたけど、手足のことです。レムっていうのはね。B 発音しません。 で、他の兆候みたいなのがある。インディケーション、示すものがある。で、this information will determine the next step. はい。大丈夫ですね。インフォメーションを深さめししか。this information ですね。これらの情報が、次のステップを決めると。はい。作ってやるんですね。はい。and があって、はい。be to on the past should appropriate emergency service. 今回もラッキーだね。B 同士何回出てくるんだろうね。本当に。で、B 同士の原型で使うんだから、should が必要。はい。だから、助動詞足す B 同士の原型何回も登場しておりますね。ラ、は、ッ、い、キー。 で、えー、続きを見て、そう、これはね、もう知ってなきゃ無理なんですよ。何が無理かって言ったら、passed on to ですね。これ知らないと、あれ、全知が2個重なってる。一体どうなってんのってなってしまうので、要注意です。で残りは、appropriate っていう形容詞があるだけなんで、appropriate emergency service この情報を伝えてやんなきゃ。あ、そうですね。これ、and がね、やっぱ苦手な人いるんで、 これが同じ集合ですね。この情報っていうのはここにあるわけですよ。その情報っていうのをこうやってきた人ですね、それに伝えてやんなきゃいけないよって言ってますね。で、そのアップロプレート・エマージンシー・サービスっていうのは、まエ、あ、マージンシー・サービスっていろいろあるわけで、警察だったりとか、消防だったりとか、救急とかね、ああいうやつです、ああいうやつにちゃんと伝えてあげるので、こういう状況ですっていうふうに教えてあげるんですよっていうことです。 はい。The treatment of the casualty must await the arrival of the professional medical team.await っていうのは wait for の他動詞です。気をつけてください。wait は自動詞ですけど、await は他動詞。で、professional medical team っていうのを待つって言ってますね。治療っていうのはね、そう、ファーストエイドではなく治療は、そういうプロが来なきゃいけない。but in the meantime, はい、その間。この in the meantime もね、空欄になることありますからね。その間、the casualty must have clear airways. はい、軌道確保ですね。in order to breathe properly. はい、適切に呼吸ができるようにちゃんと軌道の確保。やりますね。We can also なんとか、あ、weather the check heartbeat has っていう風になってますね。Yeah, by feeling for the pulse.If there is no circulation, はい、回ってない、とかね。Then resuscination should be attempted by using our hands to compress the chest. あ,あ、これ、異不説終わりの点だよね。で、Resuscitation テテはさっき言いましたね。Resuscitation テテっていうのは蘇生ですから、蘇生っていうのが行われなきゃいけない。すごいこの人バイタスは NG 好きだね。いろんなところに出てくる。by using our hands to compress t h chest。そうですね。チェストをこうやって押すわけですよ。compress、ね。やってますよね。まあ、最近は人工呼吸みたいなのをね、あの、口移しはやっちゃいけないんですよね。 金が映っちゃったりとかにする可能性があるからダメっていうふうに言ってましたね。こう,いう仕事をしてる人が。で、ウ e ーキンってまずはい、キャンが来ているので、はい、原型です。原型はチェックしかいないので、ラッキーです。はい、これ決まります。has っていうのもラッキーですね。こいつもね。はい、こいつも三人称単数が主語で動詞になるわけです。動詞にこうあるんだから、そう、間には接続詞が必要。ウェザーがいると。で、並べてやれば OK ですね。ウィーキン、オーソ c チェック。で、has の 主を、ハートビートが持っているじゃないですね。カジュアルティーが持っているですから。でカジュアルティーが持っている。はい。何を持ってるって言ったら、ハートビートですね。はい。ドッくンドッくになっているかどうかですね。はい、で、はい。あと、ザが残ってるで、どっちですかって言ったら、もう倒れてる人は特定されてますから、負傷者は分かってます。だから、こっちがだで、こっちが初登場の内容ですから、あになると。はい。ということで、はい。チェックできるよ。 ハートビートがあるかどうかをチェックすると。で、by feeling for the pulse ですね。あ,あ、feel っていうのまあ感じるわけですけど、feel for っていうとこうなんか探してる感じですね。えなんで、求めてるちゃんとあるかな、ちゃんとこのパ u スですから、ラピュタンのやつじゃないですよ、はい。みんなで一緒で叫ぶやつじゃないですよ、はい。脈がちゃんとあるかをこうやって見てやるわけです。で、もしそのね、血が回ってなかったら、もう蘇生ちゃんとしなきゃ。チェストのとこを押して、こうちゃんと血が回るようにしてやるわけですよね。 The basic first aid techniques are easy to learn and apply. ね。あ、まあまタフ公文ってやつですね。この後ろが書けるやつですよ、はいえ。簡単に習えるし、簡単に応用できると言ってます。Basic はね。The people can なんとか do があって、in most accident situations and the common medical emergencies such as heart attacks and choking. 心臓がう,うっ。 ね、ホッサン出てきたりとかチョークだとあの喉詰まらせちゃうですねなんとかほうとかっていうのでこうやってやるんでしょガッてねでここへ行きますあ今回もラッキーなんだけどちょっとむずいですね夏勝さんまずキャンが来てるからああやった動詞の原型来るだっていうのは分かるんですよただねこう動詞ねこう2個いらっしゃるんですよ厄介なことねヘルプとセーブでだワットがあってそのヘルプとセーブの間に来るんでしょってやったらもうゲームオーバーです解くことできませんヘルプってやってあーヘルプ人かなーって思ってほら いいないんですよヘルプって言ったら普通ヘルプは人ですからね。ヘルプは人,人、ウィズこととか。え、どうすんのこれ、じゃあ片付けられないじゃん、このヘルプって言った時に、そうです。ヘルプは後ろにどうしろ原型を置けるっていうのを知ってたかどうかですね。だからこれができたかどうかっていう問題です。はい、で、これさえできれば全然むずくないです。はい、で、セーブは、セーブライブ s はもう出てますね。第1文目にありましたからね。はい。セーブライブ s はすぐにできる。で、あとは、ほら、バイタス、ING も出てたでしょ。 だから前後の文脈とか前後の形ですね。この出てくるやつがヒントになるんですよ。同じ形が出てるじゃない、何個も何個も。で、by learning で、はい、learn to do ですね。what to do。ここですよ。what, what は、to 不定詞とも一緒に使えるでしょ。だから疑問詞とか関係詞だって言って、sv っていう風に判断してしまうとやられる時があります。で、help が後ろに。 原型が取れヘオップ人同士の原型もあるけど、ヘオプ同士の原型っていうのもあるっていうのは知っておかなきゃいけません。だからこれは前に解釈の授業かな。忘れちゃったけどそれで話したと思うんですけど、そう、ここが狙われやすいんですよ。これは差がつきます。日大レベルだとめちゃめちゃ差がつく問題になります。でも、総慶の人はすぐに見抜けるんですよ。こういう問題もね。ということでした。で、まあ、だから自分自身がもしね、この問題を作るって言われて、あ、まあ自分は東大クラスやってた時に、いくつも正常問題作ったんで、文章中からね、一箇所選びなさいって言われたら、確実にここです。自分も問題 問題を出すんだったら、ここでこの文を説問にします。というので、やはり問われてました。で、意味が分かるとかさ。簡単じゃん。これもねえー。こういった。歯叩くとか彫金とかがのアクシデントの状況とか、メディカルエマージェンシーよくあるメ。メバージェンシーの時に何をしたらいいの？っていうのを学ぶことによって。 人々っていうのは命を救うのに役立つことができるんだよ。命を救うのに助けとなることができるんだよってことです。まあ、和訳だとね、こう、役立つとかっていう役も、え特に無生物集合の時ね。まあ、今回はピーポーなんで別に助けるでもいいですけど、はい。こういった風にできるようにしておくといいと思います。はい。ということで、普通にね、ちょっとレベル1個上がったんじゃないですか。こうやって文章中に出てくる問題っていうのは解けばいいんだっていうのが分かってもらえたんじゃないかなと思います。はい。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングも忘れずにお願いします。